ナナの結婚式だけど、あなた出なくていいわよ。何言ってんだよ。愛する娘の晴れ姿を見なくてどうするんだ。実の娘でもないのに何が愛よ。ずうずうしいにも程がある。今更なんだ。20年も一緒にいたんだぞ。ナナは俺の娘だよ。長い間言えなかったけど、ナナはあなたのことがこの世の誰よりも嫌いなの。え？血が繋がってないのに父親面されたりして、本当にうんざりなんだって。ナナがそう言ったのか？そうよ。そんな、優しい子に育ったと思ってたんだけどな。やっぱりバージンロードは、実の父親と歩きたいみたい。行方がわからないって言ってたよな。それが偶然連絡がついてね。近くにいるのか？そうなの。ナナの結婚のこと話したら大喜びして。だからって、20年もほったらかして、養育費だって1円も払わなかった男だろ。俺はそいつに負けるのか？ナナの希望なんだから仕方ないじゃない。結婚式には本当の父親が来るから、あんたは欠席で。なんか泣けてくるな。というわけで、私たちも離婚しましょう。は？なんでそうなるんだよ。ナナの結婚式に出席するのに、元旦那と現母親じゃバランスが取れないでしょ。だから元旦那と再婚することにしたわ。式には二人で出るから。は？あの男にはあんなに傷つけられて恨んでたのに。これはナナのためなの。あんまりだろ。20年間 ATM ご苦労様。あなたのおかげで母子家庭で苦労せずに済んだ。本当に感謝してる。金のために俺と再婚したってこと？気を悪くしないで。生きていくためには仕方なかったんだから。元旦那と再婚するってことは、そいつは今稼いでるのか？当時は金がなかったんだろ。あの人は今でも貧乏よ。でもナナの結婚が御曹司でしょ。次は義理の息子に養ってもらうから、あなたは気にしないで。やめておけ。娘夫婦にたかるな。ナナがかわいそうだ。あの子は母親思いだから大丈夫。義理の息子に寄生する気ならなぜ再婚する必要がある？最初は本当にナナのためだと思ってたんだけど、連絡を取り合ううちに心境に変化があったのよ。ま、察してよ。浮気したのか？どうでもいいじゃない。もう別れるんだから。よくないだろ。俺は君一筋でこの20年よそ見もせず生きてきたんだぞ。重いのよそういうの。こんな仕打ちってあるか？あるみたいね。仕方ないから受け入れなさい。私、ナナのドレスの衣装合わせに同行するから失礼するわ。離婚届は書いておいてね。じゃ、お疲れ様。もういい。好きにしてくれ。俺はヤサール、52歳です。20年前、公園のベンチで6歳くらいの女の子を連れた女性が泣いていました。隣のベンチで本を読んでいた俺は、文字に集中できず声をかけたのです。どうされましたか？僕にできることはありますか？すると彼女はこう言いました。私はいらないので、娘に何か食べ物をください。すぐに二人を連れて近くのうどん屋へ行きました。美味しそうに麺をする親子を見て、なぜか自分がこの二人を守らなければと思ったのです。あの日から20年、そのうどん屋は私たち家族の行きつけになりました。ナナを本当の娘だと思って過ごしてきました。休みの日にはいろんなところへ連れて行き、悪いことをすれば怒りましたが、俺とナナは親子だ、そう言い切れる自信もありました。でも違った。娘の花嫁姿を見ることができない。この現実をそう簡単に受け入れることができず、嫌がられると分かった上でナナに電話してしまったのです。翌日。あんたナナに電話したでしょ。式には行けないけど、お祝いの気持ちだけでも伝えたくて。それに最近会ってないから声も聞きたかった。あんたのせいでナナは結婚式をやめるって言ってんのよ。え？式は来週なのにどうしてくれんの？俺のせい？私は本当の父親を呼びなさいと言ったの。でもナナはあんたに出てほしいって言うのよ。ナナは俺のことが嫌いなんじゃ。そんなことはどうでもいいの。父親が二人も出席する結婚式なんて聞いたことないわ。それで反対したらあの子怒っちゃって大喧嘩になったんだから。俺が身を引けばいいんだろう。それがナナのためならそうするよ。私はパパは来ないわよって言ったんだけど、マリッチブルーって言うのかしら、あの子も混乱してしまって式を挙げないって言い出したの。でも相手方もいることだろう。そんなに簡単に取りやめなんてしたらたくさんの人に迷惑がかかる。そうよ。豪華なホテルで財閥や
芸能界の有名人も招待してるのに、あんたに邪魔する権利ある？俺は当日行けないけど、いい式にしろよとしか言ってないぞ。あなたがこの世にいる以上、ナナは気になって、純粋に式を楽しめな。俺にどうしろって言うんだ。あの世に行って。は？私とナナの第三の人生の門出なのよ。父親だって言うなら、自分を犠牲にできるでしょ。俺に、死ねって言ってるのか。そうすればナナも、諦めがつくと思う。実の父親と、気兼ねなくバージンロードを歩けるはず。そんなに俺が邪魔か。ナナのためなのよ。恐ろしい女だな。娘を思うがあまりなの。本意じゃない。簡単に言うけど、俺にはそんな勇気ないぞ。薬飲むとか、海に入るとか、方法はいくらでもあるでしょ。一言だな。お線香くらいならあげてあげるから、あなたの役目は終わったの。その命は、ナナの幸せのために、役立ててくれない？情けなくて、悔しくて悲しいわ。20年間君たちに捧げてきた愛情が、こんな風に砕け散るなんて、思いもしなかった。思い出話はいいから、なるべく急いで。ナナのことを愛してるなら、できるはずよ。それで本当にナナは幸せになるんだな。私が責任を持って、最高の式を挙げさせる。任せて。わかったよ。消えるよ。ありがとう。3日後。あんなひどいことを言って本当にごめんなさい。いくらナナのためとはいえ、あなたの命を差し出せなんて、ナナには悪いけど、罪悪感と後悔で、これ以上生きていける気がしません。私もすぐに追いかけます。どうした？あなたなの？生きてるの？うん。よかった。あの日ひどいことを言ってしまって、すぐに後悔して家に帰ったけど、どこにもいないし、3日間連絡も取れないし、死んでしまったのかと、私も今から後を追おうと思ってた。バカなこと考えるなよ。俺はナナの結婚がうまくいくように、有給取って神社を回ってたんだ。スマホを落としちゃってね。さっき新しいのを買ってきたんだよ。私が悪かったです。本当にごめんなさい。でもよかった。生きててくれて、本当によかった。優しい君があんなことを言うわけがない。何か事情があるんだろう。それは。まだ6歳だったナナが話してくれたことがある。本当のパパは怖かった。たくさん叩かれたって。うん。そんな男を結婚式に呼ぼうなんて、君が言い出すはずがないんだ。気づいてたのね。君だって、辛い思いをしたはずだ。だから公園のベンチで、1時間も泣いてたんだろ。なのに今更、あんな男とよりを戻すなんて、考えられなかったよ。ずっと辛かった。すべてはナナを守るための芝居だったの。私が悪者になれば、ナナを救えると思ったら、歯止めが効かなくなって。最初から説明してくれ。あの男は、ナナの結婚をどっかで嗅ぎつけて、私を脅してきた。しつこい男だな。俺がいたからナナが生まれた。金持ちに嫁げるのも俺のおかげ。俺とよりを戻して、式に出席させて、父親気分を味わわせろ。そして毎月、20万よこせ。そう言われたのよ。そんな要求に応じる必要なんかない。私も突っぱねた。今さらふざけるなって。そしたら、ナナを傷物にするって言われたの。知り合いの飢えた下品な男たちに頼めば、立ち直れないくらいにはダメージを受けるぞって。そんな恐ろしい目にナナが会うと思ったら、私は夜も眠れなかった。人間のクズめ。怒りでどうにかなりそうだ。LINE の履歴もある。音声も録音してる。証拠があるなら、警察に行けばよかったんじゃないのか？もちろん私も行こうとしたわ。そのための証拠だった。だけどあの男は、それも見越してたの。自分が捕まっても、次のプランがあるから、結果は変わらない。口で言えないくらいに、ひどいことになるぞって脅されて。それは確かに怖くもなるな。その上、あなたのことも狙うって言い出したの。それだけじゃないわ。周りの人間も全て道連れにするって。あいつは悪魔よ。私、どうしたらいいかわからなくて。どうして俺に相談してくれなかったんだ。旦那にも言うなって口止めされてて、怖くて言えなかった。ナナに何かあったらと思うと、身動きが取れなかったの。俺だってナナの父親なんだよ。あの子を守るために、俺たち二人で何か方法がないか考えることはできたはずだ。そんな悠長な時間はなかったし、ナナを説得して、あいつを式に出席させることだけで精一杯だった。あなたを遠ざけて、あいつの要求を飲むことしか、ナナを守れないって思い込んでた。娘を人質に取られたようなもんだもんな。気持ちはわかるけど。あなたに対しても、
消えろなんて言って心が痛んだ。今でもなんであんなことを言ったのかわからないし後悔してるの。あれは驚いたよ。ごめんなさい、どうかしてたと自分でもわかってる。元旦那は今何の仕事をしてる？チンピラにもなりきれない、ただのゴロつきよ。喉から手が出るほど金が欲しいってことか。最初は私が稼いで20万払うつもりで何社か面接も受けてみた。でも私の年でそんな給料をくれるところはなかったの。じゃあやつは今も奈々の式に出れると思い込んでるんだな。そうね、万事順調ですって返事をしてあるから。そいつは今どこにいる？奈々のお金を当てにして早速マンションを借りたと言ってた。君が奈々のためを思ってやったことなのはよくわかった。でもそんなんじゃ解決しないぞ。やつは要求額を上げてくるし一生つきまとう気だ。こういうクズは駆逐しないといけない。そんなこと言ってもどうすればいいか。居場所だけ教えてくれ、あとは任せろ。そして何も聞くな。何をする気なの？心配しなくていい、大丈夫だよ。それより早く奈々に連絡して安心させてやるんだ。結婚式に出席するのは君と俺だって。喧嘩してから口聞いてくれなくて許してくれるかしら。俺たちの娘だぞ、誰よりも優しい自慢の娘だ。あなた本当にごめんなさい、ひどいことばかり言ってしまったけど生きててくれてよかった。許されることとは思ってない、私のことは捨ててくれていいわ。そんなの気にしなくていいから早く連絡してやれ。ありがとう。数分後。先生、ご無沙汰しております。10年ぶりだな、元気にしてたか？その節はお世話になりました。もしかしてあの件か？はい、10年前に東南アジアに送ったネズミが日本に戻ってきてしまったようで。悪かった、こっちでも探したんだがなかなかすばしっこいネズミでな。偶然こちらで見つけたので駆除をお願いできますか？捕獲ではなく。はい、大事な娘が噛まれたらたまりませんので。そりゃそうだ、今度娘が結婚するんですよ。それはおめでとう、きっと号泣するんでしょうね。いいじゃないか、存分に泣きなさい。今回は私からのご祝儀だ。逃がしたのはこちらのミスだし、サービスさせてくれ。そういうわけにはいきません。20年前君が私の店にボロボロの親子を連れてきたのは偶然とは思えないんだ。数奇な運命を感じずにはいられない。私だって先生がただのうどん屋の親父じゃないと知って腰が抜けるほど驚きましたよ。裏稼業ってのはバレたらおしまいだろ。確かにそうですね。仕事が終わったらいつもの方法で知らせる。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。後日談。その後妻と奈々は和解し二人で食事に行ったそうです。父親に脅されていたことも全て打ち明けたところ、急にキャラ変したから何か理由があると思ったのよ。そう笑ってくれたそうです。平穏な日々が戻ってきました。今二人はリビングで引き出物のカタログを見ながらこっちがいいと言い合いしています。10年前奈々が高校生の頃、あのゴミクズが俺に近づいてきました。金を要求してきたので断ったら、奈々がその直後に直に会ったのです。奴の仕業でした。証拠がないが確信があったので警察に相談したのですが、根拠がないのでねと軽くあしらわれただけ。俺はうどん屋に奴を呼び出し、二度と娘に手を出すなと現金200万を渡しました。その3ヶ月後同じ店で今度は500万を請求してきました。一部始終を見ていたうどん屋の店主が、俺に任せてくれないか、そう言ってくれて、それ以降奴の姿を見ることはなくなったのです。裏の世界では先生と呼ばれるうどん屋の親父は仕事が完了したことをとある新聞広告で教えてくれます。それを確認した俺は大きなため息をつき新聞を閉じました。高子、ナナ、もう何も心配はいらない、害虫はしっかり駆除したよ。結婚式楽しみだな。今すぐ海外に逃げろ、空港にばあちゃんが待ってるから一緒にアメリカに行くんだ。パパ、今中学の入学式中だよ。もう終わった頃だろ。確かに終わったところだけど友達とかと話したいし。そんなのどうでもいい、
そんなに怒らなくてもよくない？てかパパもおばあちゃんもどうして入学式に来なかったの？うちは貧乏で苦しいから。言い訳にもならないじゃん。ってそれどころじゃないんだよ、早く逃げろ。ちゃんと理由言ってよ、わけわかんない。お前の母親に入学式の件がバレた。え、浮気とか暴言とか、お金を湯水のように使ってたってパパが言ってた人のこと？そうだ、あの悪魔のような女がどうやらヤクザを手下にしてるらしくて、中学校前をうろついてる。嘘でしょ、別れたのって私が物心つく前なのに、今さらどうして？あの女がいつになっても養育費を払わないから連絡したんだ。そしたらお前の近況を話したら払うって言うから、つい。ごめんな、どうしてもお金に困って養育費払ってもらいたかったんだ。そんなにギリギリなの？お前の中学の制服やカバンがお風呂になったのは、あの女が作った俺名義の借金のせいなんだ。奴の手下にお前が見つかったら金目当てに売り飛ばされるぞ。怖いよ、警察に言おう。ダメだ。どうして？警察なんてあいつの抑止力にもならない。パパがこれまで何十回と引っ越してたのは、あいつから隠れて生きなきゃならなかったからなんだ。やばい女。ああ、狂ってる。借金の肩代わりにマサミをヤクザへ売り払おうって言ってた。だから早くアメリカに逃げろ。逃げなきゃいけないのはわかるんだけど、海外になんて逃げてどうするの？お金もないのに。あいつは昔よりグレードアップしてる。黙って動け。分かったよ。いや待て、正門から堂々と出るんじゃないぞ、裏門からこっそり出ろ。分かった。ほら早く、そのまま空港に向かえ。分かったってば。ねえ、空港まで行くお金ないんだけど。歩いて行けばいいだろ。1時間もかかるのに。いいから、こうして話してる時間も惜しい。今どこだ？裏門近くにいる。ヤクザっぽい男は？いる。マジじゃん。本当に来たのかよ。え？あ、いや、なんでもない。ママの言葉は本気だったんだと思っただけだ。なんとか切り抜けてきたけど、あのヤクザ他の親とか生徒にマサミを知りませんかとか聞きまくってたよ。まずいじゃないか。見つからなかったか？うん、先生たちも集まってきたからその横をすり抜けてきた。でかした。じゃあ空港に着いたら連絡しろ。了解。はあ、怖かった。私はマサミ、12歳。中学の入学式が終わったタイミングで父から LINE が入りました。まさか私を捨てた母がヤクザを使って追いかけてくるなんて。パパとあの人は私が物心つく前に離婚。私にとってはおばあちゃんが母のような存在です。入学式の後みんなで遊ぶ約束してたのに、こんなことになったのも全部あの悪魔のような女のせい。そう言い聞かせて空港へひたすら歩き続けました。これが地獄への道とは知らずに。30分後。まさみちゃん。誰？いきなりごめんね。お母さんだよ。は？お願い、ブロックしないで。どうして私の LINE を知ってるの？お父さんの親戚に聞いたの。勝手なことしないで！元気にしてる？今日が中学校の入学式って聞いたよ。入学おめでとう。あんたと話したくない。せっかく入学式で友達いっぱい作ろうって思ってたのに。ヤクザなんて差し向けて。何を言ってるの？あんたのせいで私は貧乏生活してるのよ。え？毎日お腹減ってるし、お年玉は全部家のお金。新しい服なんて買ってもらったことない。小学校の時に使ってたものだって近所の子のお風呂だった。私が送ったランドセルは？何しらじらしい嘘ついてるのよ。そんなのもらってない。そんな、あんたのせいでめちゃくちゃよ。私今から日本を出るから。どうして？あんたのせいよ。お金目的で私をどこかに売り飛ばそうとしてるんでしょ？違うわ、誤解よ。ほら焦ってる。やっぱり私を使ってお金を作ろうとしてるんだ。
借金あるんでしょ。それ誰に聞いたの？パパだよ。浮気癖もあるって聞いた。パパの親戚にも色目を使ってたって。今回私の LINE を聞き出したのも色仕掛けでもしたんでしょ。それは全部あなたのお父さんがやったことよ。え？私はあなたを出産した直後からこき使われすぎて疲労困憊してた。俺ならやれると言ってあの人は独立したんだけど、お金を湯水のように使いまくって生活費は渡してくれなかったわ。は？稼いだお金は全部キャバクラや浮気相手やらに使ってたのよ。そういえば昔は会社がうまく回ってたってパパが言ってたような。ご飯も食べられなかった私に追い打ちをかけるように、あの人は私の妹、あなたのおばさんと浮気したの。嘘つかないでよ。そんな漫画みたいな話あるわけない。もうぐちゃぐちゃ状態になった私が倒れて入院したタイミングで、お父さんとおばあちゃんは育児放棄だと離婚裁判を申し立ててきたのよ。あの人たちのでっち上げた証拠によって私は看護権も親権も取れなかった。信じたくない。私ちゃんと養育費も毎月5万円払ってたのよ。え？収入的にきつかったけど、あなたが少しでも苦労しないようにって頑張ってた。冗談でしょ。見て。本当だ。私名義の口座に振り込まれてる。写真が信じられないなら通帳の現物を見せられるわ。どの口座に振り込んでるのかも。じゃあなんで私に全然会いに来なかったの？それはあなたのお父さんがのらりくらりとずっと居場所を変えていたからよ。じゃあさっき中学に来てたヤクザの件は？もしかしてお父さんがヤクザって言ってた人ってこの人のこと？そうだよ。この人はあなたのおじいちゃん。この写真見たことある。左半分は切り取ってあったけど、この子は間違いなく私だわ。あなたのお父さんはおじいちゃんのことをすごく怖がってたの。だからってヤクザとか失礼すぎる。ママ、あなたがおじいちゃんを見たってことは裏門から出たのね。うん。実はママ正門側にいたのよ。どうしてもあなたと合流したかったから。でも今更じゃない？なんでよ。聞いて、これにはちゃんと理由があるの。 LINE じゃなくて会ってちゃんと話がしたい。だからどうか今から会えないかしら。でも信じられない気持ちは十分わかるけど、お父さんの方が最低だっていう証拠も見せられるわ。うん。心配なら警察署や交番の前で話してもいい。むしろそっちが手っ取り早くていいかもしれない。そこまで？お願い、まさみ、信じて。わかった。ありがとう。今どこにいる？地図アプリで今いる場所をスクショして送るから、ちょっと待ってて。ええ。1時間後。何度も電話してるのになんで出ないんだ。空港には着いたか？うん。よしよし。じゃあ空港右奥にあるロッカー付近に行ってくれ。おばあちゃんいないんだけど、代わりに怖そうな人たちがうろうろしてる。そうだろうな。どういうこと？ごめんな。父さんのためだと思って受け入れてくれ。は？実はパパ、借金が膨らみまくってヤクザに脅されてるんだ。お前を差し出せばその借金を帳消しにしてやるって言われたんだよ。その話ってママの話じゃなかった？うるさい。ガキは黙って親の言うこと聞いとけばいいんだよ。パパは私が憎いの？はあ？お前はただの道具だよ。感情を向けるなんてしないって。ようやく尻尾をつかんだわよ。どうしてマサミがお前とつながってるんだ？残念でした。さっきママと合流したんです。なんだと？あなたがしようとしてること全部知ってるわよ。は？ママは私がどういう暮らしをしてるか気になって探偵に依頼したんだって。お前、
だからさっき養育費をもっと払えって言った時、マサミの居場所について誘導尋問したんだな。人聞きの悪い。今日はどこも入学式ね。スミレはスカット中学校だったかしらって聞いたら、あなたが自爆しただけでしょ。アホだ。父親に向かってなんだその口の聞き方は。自分をヤクザに売り払おうとしてるやつなんか知らない。マサミが幸せに暮らしているならそれでいいと思ってたけど、こんなことならもっと早く動くべきだった。あんたの悪事は全部警察に話したから。なんだと？空港にいるヤクザたちは警察に囲まれてるよ。あなたも人身売買罪の未遂犯として処罰されることになるでしょうね。くそ。また逃げ出すつもりかもしれないけど、残念でした。あなた今会社にいるでしょう。ああ、さっき会社へ電話が来たんじゃない？まさか。あれは私よ。どこにいるのか知るために電話してみたの。警察がパパの会社前に到着したっておじいちゃんから連絡来たよ。そんな。あなたがヤクザ呼ばわりした私の怖い父も警察と一緒にいますからね。やめろ。後日談。父とヤクザたちは捕まり、処罰を受けることになりました。人身売買罪は未遂でも重罪です。借金があっておかしくなってたんだと父は減刑を願っているとか、無理な話ですよね。私と母を引き離すのに一枚噛んだ父方祖父母も関係者として事情聴取を受けたと聞きました。証拠がなく釈放された父方の祖父母でしたが、近所の人から白い目で見られているらしいです。私の親権、看護権はもちろん母へと移行。母は私が二十歳になるまでの養育費を月5万円で計算し、父の借金癖などを考慮して合計480万円を一括で請求したとのこと。ナイス判断。ヤクザと勘違いしてしまった母方の祖父ともあの後再会し号泣されてしまいました。母と離れていた時間を埋めるように休日には二人で出かけています。真新しい中学の制服を着て、私は新しいスタートを切ることができました。お姉さん、ペットが死んで寂しいって言ってたでしょ。急に何の話？心配してあげてんの。あなたに心配されることが何かあったかしら。相変わらず残念すぎる女。周りからどう思われてるか考えた方がいいって話だよ。はい。ペットなんか育てたって生産性ないし、子供を産まない女って日本国民としてどうなの？それは。ああ、欲しいけど年寄りだから不妊治療の甲斐もなく妊娠できないんだっけ？ごめんごめん。まだ38歳よ。ウケる。20代の私からしたら十分おばあさんなんだけど。年ま、地味、こなし。お姉さんっていいとこない。あなたにどう思われてもいいけど、わざわざそれ言う必要あった？怖い。わかったよ、少しは褒めてあげる。いらないです別に。お父さんがお金持ちでほんとよかったね。今の家も建ててもらったんでしょ。家具も美術品も高級品だったし、私もその恩恵にだけは感謝してる。褒めるって親のこと？ああ、まだあったよ。お兄さんも会社経営者なんだよね。ブスなのに選んでもらえてよかったじゃん。褒めるどころかけなされてるよね。うん、やっぱお姉さんって褒めるとこないもん。用がないならもういい？あ、そうだった。さて問題です。こなしのお姉さんを将来支えるのは誰でしょう？何その漠然とした問題。次世代ってこと？大正解。つまりうちの子のことね。将来お世話になるんだから今のうちに面倒よろ。私も何かと社会貢献はしてるつもりだけど。ニートが何言ってんの。暇なお姉さんにお仕事あげるから少しは社会貢献しなよ。言ってる意味がわからないわ。犬小屋に鎖でつないだ赤ちゃん置いてきたからお世話よろしくね。楓ちゃんを？なんで？ペットロスだって言うからその代わりってことで。まさか私の家の犬小屋に？
そうだよ。鎖で繋いだからもう2時間くらいかな。楓ちゃんはまだ9ヶ月の赤ちゃんなのよ。何考えてるの？何って？面白いじゃん。はぁ？本当にありえない。やっぱいい反応。それより早く帰った方がいいんじゃない？そんなこと言われても今空港なんだけど。奇遇。私もこれから空港に向かうとこ。ちゃんと頼んだからね。楓が死んだらあんたのせいだから。ふざけないで。警察に通報する。大げさ。やめときなって。お父さんとお兄さんの顔に泥塗っちゃダメでしょ、ニートのくせに。私は本気よ。美鈴のラインを見て心臓が飛び上がりました。空港から自宅まで約30分。その間に楓ちゃんに何かあったら。警察に電話した後も気が気ではありませんでした。私の名前は彩香。弟のアキラと義妹のミスズは授かり婚で、昨年娘の楓を出産しました。確かに私に子供はいません。そのことで何かとマウントを取ってくる弟嫁にはへきへきしていたところです。その上彼女には浮気の疑いが。アキラから相談を受け、ミスズが彼氏と旅行に行こうとしていることを聞いた私は、自分の仕事とちょうど日程があったため空港に張り込んでいたのですが、その最中に事件が起きてしまいました。さすがにこれは笑って許せない。タクシーを飛ばして自宅に向かうと、そこには信じられない光景が広がっていたのです。30分後。遅かったわ。え、マジ？おだぶつ？かわいそうに。どんなに寒くて怖かったかしら。どうして犬小屋になんて。お姉さんがペットロスって言ったからだって。いい加減にして。赤ちゃんがペットと同じなわけないでしょ。あー、うん、確かに赤ちゃんってペット以下だもんね。理解不能なんだけど。世話は大変だしコスパは最悪。こんなもん欲しくて大金かけてるお姉さんの方が理解不能だよ。今の状況わかってるの？もちろん。お姉さんのせいだからね。私は関係ないもん。あなた悲しくないわけ？いや正直ね、ラッキーって感じ。え？子供なんて好きじゃないしさ、生まれたら可愛いと思えるかもって期待したけど無理だった。だるいんだよね。待ってよ、じゃあなんで産んだの？いろいろ方法はあったでしょ。結婚する近道だからに決まってるじゃん。お父さん金持ちだし、アキラは私の言いなりにできそうだからさ。そんな理由で？そうだよ。でもあいつ真面目すぎてさ、なかなか危ない橋を渡ってくれなくて、お酒をガンガン飲ませてやっと仕込んだんだよ。聞きたくない。そんな下品な話を姉にするなんて。頭は大丈夫？あ、今ちょっと見下したでしょ。言っておくけど私は天才だから。楓に保険金をありったけかけといて大正解。はあ？私に対する嫌がらせじゃなくて最初からそれが目的だったの？苦労して産んだんだもん、ペイしたいじゃん。じゃあ楓ちゃんがこうなったのはむしろウェルカム。あなたってかわいそうな人ね。それはお姉さんでしょ。せっかくお父さんに建ててもらった家がいわくつきの家になっちゃったね。別に困らないわよ。そんなことより、アキラから最近のあなたがおかしいって相談されたんだけど、心当たりある？へえ、意外と勘いいじゃん。実は別れようかなって思ってたんだ。やっぱアキラとは性格が合わなくて。別れる本当の理由はそうじゃないでしょ。アキラの調べであなたが浮気してることくらい知ってるのよ。なんだ、じゃあ隠すだけ無駄じゃん。実はさ、超素敵な彼ができたの。だからアキラなんてもういらない。なるほどね。でも浮気したんだから慰謝料とか払ってもらうことになると思う。別にいいよ、だって彼はエリートだもん。1ヶ月の海外出張も決まってるんだよね。大体わかった。あんた彼についていきたいから、アキラも楓ちゃんも邪魔になったんでしょ。バレたか。浮かれちゃって。でもちょっと羨ましいかな。本当に素敵な彼なのね。顔写真はないの？どんな人？
お、興味ある？お姉さんに何言ってもどうせ何もできないだろうし、特別に教えてあげちゃう。ありがとう。山岸さんだよ。32歳でもう課長なんだって。なるほどなるほど。で、どうしてくれる？何のこと？あんたとこの男のクソみたいな浮気旅行のために大切な商談が流れたんだけど。は？あんたが楓ちゃんを犬小屋に放置したせいで私が空港から飛び帰ったでしょうが、あの時私は仕事のためにあそこにいたのよ。仕事？いつも家にいるからニートだと思ってた。それは勘違いというものね。わかった。どうせお兄さんの会社で雇われてるだけでしょう。時給800円くらい？そのくらい保険金も入るから払ってあげるし。家族のことを大切にしない人は家族からも大切にされないわよ。彼エリートだし、お金持ちだから。もうあんたたちに頼る必要ない。そう、じゃあ好きにしたら？了。邪魔者もいなくなったし、私は自由の身。じゃあこれからフライトだから。3日後。警察から出頭要請が来た。どういうこと？私が通報したからね。私が産んだ赤ん坊なんだから、何をしようかこっちの勝手じゃん。呆れた。赤ちゃんにも人権はあるわ。あんたがしたことは鬼畜の所業よ。いらないものをいらないと言って何が悪いの？ただの断捨離だし。人の命を何だと思ってるんだか。あんなことをするくらいなら引き取ったのに。そっか、赤ちゃん欲しかったんだもんね。素直に欲しいって言えばあげたのにな。もう遅いけど。そう、楓ちゃんに対する思いやりは最後まで感じられなかった。あんたは本気でクズだったみたいね。は？本当は愛情があると信じたかったから亡くなったふりをしていたの。つまり生きてるの？念のため入院中よ。じゃあ売ってあげます。いくらにしようかな。てか生きてたんだし、警察には間違ったって言っといて。それは無理な話。なぜなら生きていても罪は消えないから。うっざー、無事だったんだからいいでしょ。そういう問題じゃない。保護責任者遺棄罪で逮捕されるだろうね。ちょっと待って、マジ？山岸さんに相談する。彼が1ヶ月海外出張に行くからついていくことにした。その間に何とかしておいてよ。それも無理な話。なぜなら山岸は会社をクビになっているから。はあ？意味わかんない。なんであんたがそんなこと知ってるの？あんたは私をバカにしてたから知らないんでしょうけど、私も会社の社長なんだよね。夫とは共同経営者なのよ。え、嘘でしょ？いつも家にいるじゃん。今は不妊治療もあるし在宅メインなだけ。すっかり騙された。いや、全部あんたの勘違い。なんで教えてくれなかったのさ。聞かれもしないのに教える必要ないでしょ。自慢したいのはあんただけよ。はあ？ついでに一応訂正しておく。あんたは父がお金持ちだと思ってるみたいだけど、家建てたのも私自身だから。高額納税者だから社会貢献しまくってるから。なんかやばい流れだよねこれ。その通り。で、あんたの浮気相手は私の直属の部下。まさかの直属？アキラがだいぶ絞り込んでくれたから大体の目星はついてたわ。山岸が有給取って浮気旅行に行くのも知ってたし。マジかよ。だから空港で証拠をつかむつもりだったんだけど、自分から暴露してくれてありがとう。待って、さっきのマジな話なの？山岸さんはもう無職ってやつ？犯罪の共犯者はいらない。横で勝手にクビになんてできないはずだって言ってるけど。できるわよ。犯罪行為に関わった場合は即刻解雇って入社時の同意書に書かせてるから。あ、山岸さんがそっとした。まだ終わりじゃないのに。後で伝えておいて。今度は何？あんたたちのせいでこの前の商談が潰れたの。だから山岸の海外出張の話もなし。損害賠償を請求するから。はあ？そんなのあり？
どっからどう見てもあんたたちのせいでしょ。飛行機をキャンセルした時間とあんたからの LINE の時間が動かぬ証拠ね。どうしよう。何が？どうしたら許してもらえるかな。許しませんけど。お姉さんと私は家族じゃないですか。あんたはもう家族じゃなくなるし、大切にしてやる義理もない。そこをなんとか、何でもやりますから。あんたにできることはたった一つよ。はい。今すぐ警察に出向いて罪を償え。結局それかよ。後日談。美鈴は数日逃げ回った後、逃げ切れないと悟り、警察に出頭したそうです。その後、保護責任者遺棄罪で2年の服役が決まりました。アキラとは離婚が確定し、美鈴には養育費を、山岸と美鈴の2人には慰謝料と商談をダメにした損害賠償を請求してやりました。美鈴は無職なので、代わりに山岸がそのほとんどを清算する羽目になったようです。結局彼は慰謝料と損害賠償で貯金がなくなった挙句、仕事まで失って破滅、夜中に規制を上げて徘徊したとかで、今では精神病院のお世話になっているとか。2年後、美鈴には出所後に帰りを待つ家族もおらず、ホームレスになっていました。なんで知ってるかって？私が3歳になる楓を連れて散歩中、偶然美鈴を発見したからです。楓はアキラが引き取って育てていました。私は男で一つで、娘を育てるアキラを助けるためによく面倒を見ているんです。かわいそうなおばちゃん。ボロボロのミスゾを見た楓は、ミスゾを見て心底を同情したようで、はい、これ食べて。楓は自分が持っていた食べかけのお菓子をミスゾの足元に置いて手を合わせました。え、仏様になった？見下してきた私と自分が捨てた娘に、残念すぎる姿を見られたミスズはノックアウト。結局子供には恵まれなかったけど、楓は懐いてくれるし、家族仲良く暮らしているのでよしとします。やっほー、相変わらずブサイクな面してるんだね。どちら様？私にはキラキラウララなんて知り合いないんだけど。私よ、あんたの幼馴染のうらら。3年前に夫を強奪したあの最低女か。ちょっと、久しぶりだっていうのにひどくない？なんのよ。っていうか、さっきのどういう意味？え？相変わらずブサイクって、まるで私のことを見たような言い方だけど。あんた今日、ワクワク商店街あたり歩いてたでしょ。え、あんたも？あの辺に引っ越そうと思って、旦那と歩いてたんだよね。そしたら懐かしいブサイクが歩いてるもんだから、あつしも驚いてた。それでわざわざ LINE してきたってわけ？そうよ、嬉しいでしょ。ただただ不愉快。ひどーい。あつしを奪ったことまだ根に持ってるわけ？それは別に気にしてない。慰謝料もきっちりもらったし、体の相性がいいって理由で他の女に乗り換えるような男、こっちから願い下げだから。そういうのなんていうか知ってる？まあけ、お、し、みっていうのよ。うざいな、めっちゃ読みづらいし。でも仕方ないよね。ハッピーな私たちに比べてあんたはずいぶん惨めな暮らししてるみたいだし。え？やたらと狭いアパートに住んでるよね。いかにも幽霊が出そうな。なんで私の家を知ってるの？面白そうだからアツシと二人でつけたのよ。そしたら犬小屋みたいなアパートに入っていくんだもん。マジ笑った。どんだけ暇人なのよ。あまりに惨めで声もかけられなかったわ。その様子じゃ彼氏とかもできてなさそうね。1年前に再婚したけど、すごく素敵な人見つけてね。ウケる。何が？なんでそんな見え見えの嘘ついちゃうわけ？本当なんだけど、あんな狭いアパートどう考えても一人用じゃん。それは事情があってね。もういい、もういい。聞いてるこっちが惨めになってくるから。あっそう。それよりさ、あんたを尾行したおかげでいい発見があったんだよね。何？あんたんちの隣にすごく立派な豪邸が建ってんじゃん。あー、ひょっとしてこれのこと？
そうそう、ってちょっと待って、なんで写真持ってんの？いやまあ、貧乏人の憧れってやつ？もうマジで惨めじゃん。そうじゃなくてさ、あの豪邸結構リーズナブルなお値段で売りに出されてたんだよね。うん、静かでいいところだし、思い切って住んじゃおっかな。え、隣のボルアパートにあんたが住んでるのも面白いし。どういう意味よ。私たちがあの家に住めば、あんたはもっと惨めな思いをすることになるでしょう。そういう理屈か、くだらない。よし、決めた、あの家に引っ越すわ。マジ？うん。でもあの家って売買専用だよ。1階の会社員のアツシにそんなお金あるの？ローン組めばなんとかなるでしょう。アツシもいいねって言ってくれてる。本気なんだ。私たちばかり幸せで悔しい？ねえ、悔しい？やめてって言っても絶対に住むからね。言わないわよ。てか言うわけないじゃん。は？ううん、なんでもない。新居が決まってよかったね。何よその強がり。別に強がってないよ。じゃあ私はこれで。引っ越しが済んだらまた LINE してあげるから。こんな偶然ってあるんですね。本当に驚きです。私は美穂、32歳。約3年前に夫の敦を強奪されました。相手は先ほどの LINE の相手、幼なじみのキラキラうららです。彼女は小さい頃から人のものを欲しがる癖があり、学生時代にも恋人を横取りされたことがありました。夫を奪われたことは別に気にしてない。私は彼女にそう言いましたが、あれは今だからこそ言える言葉です。私は本当に敦を信用していましたし、裏切られたと知った時は深い喪失感と屈辱に苛まれました。3年という月日が経って、その傷も癒えたはずだったんですけどね。まさかその当事者から連絡が来るなんて。すぐにブロックしようと思いましたが、彼女の話を聞いて気が変わりました。これはきっと神様が私にくれた復讐のチャンスなのだと。1ヶ月後、奪った旦那のお金で隣の豪邸に住んでごめん。もう引っ越し終わったんだ。貧乏人が毎日この家を見てたらさぞ惨めでしょうね。どうだろうね。また強がってる。今だって家の中から私たちの家見てるんでしょう。いいえ、 YouTube でゴリラの喧嘩動画見てるわ。何見てんのよ。でもそれって一人で？そうだけど。こんな時間に一人なんて、やっぱりあんた独身じゃん。それまだ疑ってたんだ。かわいそうにね。頭よしよししてあげようか。結構よ。でもあなたの行動力って本当にすごいよね。何が？私を惨めにさせたいがために本当に引っ越してきちゃうなんて。だって貧乏人相手にマウント取るのって超楽しいじゃん。昔からそうだったよね。何かと理由をつけては人に嫌がらせして、ブサイクとか貧乏人ってそれくらいしか使い道ないからさ。他人を何だと思っているんだか。そんなことばかりしてるといつか痛い目に遭うわよ。はあ？何を急に。ただの忠告。しょうもな。それより見てよ、これがうちのキッチン。うん、すごい立派でしょう。今日あつしにアクアパッツァでも作っちゃおうかしら。え、ちょっと待って。何？いや、なんでもね。そしてこれが浴室です。え、いやいや、驚きすぎでしょう。貧乏人には刺激が強すぎた。これってもしかして？は？何？うわー、ちょっとするわ。さっきから何言ってんの？嫉妬で頭おかしくなっちゃった。とりあえずいろいろ気をつけてね。え？その家、とても恐ろしいものが出るかもしれないから。ちょっとやめてよ、私そういう冗談は嫌いなの。あ、後ろ。え？なんちゃってね。 LINE なんだから何も見えないわよ。あんたふざけてる？でも本当にいたりしてね。じゃ、新生活楽しんで。だからやめなさいって、この貧乏女。あ、最後に一つだけ。何よ。入居ありがとね。ああ、マジで意味不明なんだけど。その夜、さっさと電話に出て。
ちょっと鬼伝やめてよ、目が覚めちゃったじゃん。あんたなんか知ってるんでしょ。え、この家怪奇現象が起きまくっててマジでやばいのよ。アツシもビビり散らかしてる。あーだろうね。なんか刃物と刃物がぶつかる音が聞こえたり、突撃とかいう変な叫び声が聞こえたり、一体何なのよこの家。うーん、黙ってるのも面白いと思ったけど教えてもいいか。あ、そこ私が所有してる家なの。え、というかもともと私と夫が住んでた家なんだ。言ってる意味が全然わからないんだけど。家の契約書ってある？うん、所有者の欄見てみな。佐々木美穂。確かにあんたと名前は一緒だけど名字が違うじゃない。だから結婚したんだって。まだ信用できないなら後で結婚式の写真でも見せてあげるわ。え、マジであんたがこの家の所有者なの？うん。旦那と一緒に住んでたっていうのもてたらめじゃなくて？だからそうだって。その家は私たちが結婚してすぐに建てた家なの。でもある理由で住めなくなっちゃってね、泣く泣く売りに出すことにしたんだ。ある理由？あなたが今苦しめられてる怪奇現象よ。刃物のぶつかる音や変な音は私たちも散々聞いたわ。そうなの？これの正体は一体何？わからない。霊媒師の方とかにも見てもらったんだけどね。でもあなたから送られてきた写真を見てなんとなくわかったかもしれないわ。え？キッチンと浴室の写真よーく見てみて。落ち武者みたいなのが写ってるから。嘘でしょ。拡大してみな。どっちも右上のあたり。うわ、いるね。ひょっとするとその土地はもしかして昔は戦場だったとかかな。怖すぎるんだけど。とにかくそういう理由で私たちはその家を手放したわけ。え、ちょっと待って。じゃあその狭いアパートにマジで旦那と住んでるの？ううん、ちょうどその家を売りに出すタイミングで旦那の2年間の海外出張が決まったの。だからその期間だけ私はここを借りることにした。その家の近くにいれば怪奇現象の原因もわかるかもしれないと思って。何よそれ。っていうかいわくつきの物件なら事前に説明しなさいよ。別に事故物件ってわけじゃないから説明責任はないわよ。まああんたたちじゃなかったらちゃんと教えてただろうけど。あ、私たちだから黙ってたっていうわけ？うん、今まで散々なことされたし、これは仕返しする絶好のチャンスだと思った。この昭和の女。あんたにだけは言われたくない。こんなヤバい家すぐに返す。契約書見てないの？返品は受け付けません。じゃあどうすんのよ。35年ローンで買ったのよ。総額7000万円。お買い上げありがとうございました。ふざけんな、こんな家いらない。じゃああんたも売りに出したらいいじゃん。あ、確かにそうする。こんな家一日だって住みたくないわ。でもそう簡単に買い手が見つかるかな。私だってあんたたちが現れなきゃまだその物件を持て余してただろうし、豪邸に住みたい人なんていくらでもいるでしょ。この辺は人も少ないしどうだろうね。私はバカな幼馴染のおかげで運よく手放せたけど。誰がバカよ。実際厳しいと思うわ。そんな新しい物件を探す余裕なんてないし、ここに住みながら買い手が現れるのを待つしかないじゃん。それまでに精神やられなきゃいいけどね。え、誰も入ってないのにシャワーの水が勝手に。マジ？落ち武者が髪の毛洗ってんじゃない？今度は冷蔵庫が勝手に開いた。腹が減っては戦はできぬって言うしね。寝室からも変な音が聞こえる。まさか夜の合戦。落ち武者でもやることはやるのね。もういや、お願いだから返品させて。断る。ところでアツシはどうしてるわけ？もうビビり散らかして部屋の隅で震えてる。そっか、じゃあざまあ見ろって伝えといて。ふざけんな。じゃあ私は今からゴリラの脱糞動画見て寝るから達者でね。だから何見てんのよって。ちょっと待って。後日談。落ち武者の皆さんも新しい仲間ができて喜んでいることでしょう。ローンを支払うだけでいっぱいいっぱいのうららたちは経済的に引っ越すこともできず、あの家に住み続けています。頑張って買い手を探しているそうですが、アツシとうららの叫び声が頻繁に聞こえてくるためあの家に近寄る者はいません。そんな状況下で
買い手を見つけるのはとても困難でしょうね。精神的に追い詰められた淳とうららはすっかりやつれ果て、それこそ落ち武者みたいな風貌になっているそうです。もう彼女たち自身が怪奇現象みたいなものですね。私はお荷物だった物件を手放すことができて、とても快適な毎日を送っています。夫の帰国に向けてそろそろ新しい物件を探してもいいかもしれませんね。大事な旦那取っちゃってごめんね。仕事辞めるんだって？離婚した男と一緒の職場じゃ辛いわよね。何が言いたいの？あんたは私に負けたのよって教えてあげたいだけ。そう、用がないならもういいかな。あーダメ、ちゃんと用はあるのよ。あのね私たち結婚式するの。式場は一流ホテルで、もちろんドレスはオートクチュールよ。彼がね、いくらかかってもいいよって言ってくれてるの。だから絶対着てね。はい。普通元妻呼ばないでしょ。へー、ダメなの？私たち同期じゃない、一緒に一度の晴れ舞台だよ。お祝いしてよ。ナオにもちゃんと祝ってもらいたいの。だからお願い、出席して。それ本気で言ってる？それともふざけてんの？やだ、言い方怖い。出席したくない理由でもあるの？あ、そっか、うっかりしてた。新郎ナオの元旦那だった。わざと神経逆なでして楽しんでんのね。あっちゃー、分かっちゃった。相手にするのも疲れるわ。ブロックしていいかな？反応が露骨すぎるよ。余計にからかいたくなるじゃない。ああ、私の幸せ見せつけてやりたかったのにな。そんでもってナオの悔しそうな顔しっかり見たかったのに、どうしてもダメ？何言われてもいかないわよ。そんなに悔しいんだ？あんなお金持ちなかなかいないもんね。ああ快感たまんないわ。こんな日が来るなんて人生捨てたもんじゃないわね。そう、よかったわね。うん、悲願達成よ。入社してから好きになる男みんなナオに取られてマジでムカついてたのよね。取ってないけど。取ったわよ。そういう自覚ないとこも腹立つわ。私が狙ってた男に告られてたじゃない。しかもさ、しらーっと断っちゃって、その度私のプライドがズッタズタになってたわけ。やっとあんたに仕返しできるのよ。そんなチャンス逃すと思う？首に縄つけてでも結婚式出てもらうわよ。そっか、陰で辛い思いしてたんだね。だけど式にはやっぱり出れないよ。ごめんね。断らせないわよ。席も新郎新婦の一番近くにしてあげるわよ。胸がかきむしられるくらいの苦痛をたっぷり味わいなさい。でも私に逆らえる立場じゃないわよね。あんたが転職する会社の社長は私の兄よ。まさかの展開で驚いたけど、こんな奇跡的な偶然があるなんて驚いちゃったわ。やっと私にも運が向いてきたのね。出席しなかったら即クビにしてもらうから、そのつもりでいなさい。わかった？ということで言い訳を聞く気はないから結婚式で会いましょう。そう言われても無理なのよね。困ったわ。ありがとう、結婚式来てくれる気になったのね。今日出席の返信届いたわよ。あ、うん、社長から許可もらったからちょっとだけだけど顔出すわ。兄が説得してくれたのね。頼んでなかったのにさすがだわ。嬉しすぎて空まで飛べそう。今日はね、最後の衣装合わせなの。その後写真も前撮りする予定。幸せすぎて浮き足立っちゃうわ。喜んでもらえて何よりよ。もっと悔しがっていいのよ。せっかくだから本音でトークしましょう。本音か。だったら里美は彼のことちゃんと分かってる？は？どういう意味よ。ちょっと心配なことがあって。何それ？心配なのはあんたのメンタルだけでしょ。必死すぎてウケるんだけど。私は彼の全てを愛してるの。だから安心して。うん、そっか。幸せになれるといいわね。もちろん世界一幸せになるわよ。さて、これから記念に残る写真撮ってこなきゃ。バーイ。こちら幸せいっぱいのさとみです。よかったわね。ありがとう。せっかく来てくれたのに式場だけ覗いて帰っちゃったんでしょ。
悲しくて我慢できなかった？ああ、ごめんね。実は今日、表彰式があって。え？何それ？どんな言い訳よ。信じたくないならいいけど、ジュエリーデザイナーで新人賞に入賞したのよ。今日表彰式だから出席しないといけなくて。何それ？あんたが表彰されたの？そうなの。夢叶っちゃった。仕事しながらだったから資格取るまで時間かかったけど、やってみてよかったわ。入選するとは思ってなかったから自分でもびっくりよ。そう。まあ一人で生きていくんだから手に職くらいは必要か。ふーん、すごいじゃん。うん、ありがとう。あなたのお兄さんのおかげなの。私のデザイン見て会社に入らないかって声かけてくれたからジュエリーデザイナーとして働けてるの。え？お兄ちゃんの会社ってアパレル輸入業よね。ジュエリーなんて扱ってた？あれ、里見知らなかったの？去年からジュエリー専門店も開いてるし、しかも販売だけじゃなくてオリジナルデザインも始めて好評なの。あ、そっか。お兄さんと2年くらい連絡取ってないもんね。お嫁さんのこといびって追い出しちゃったんだって？それから絶縁状態だって聞いたわ。あの女が嫁の分際で勝手に出てったの。それなのにお兄ちゃんまで一緒に出てっちゃってさ。そんな言い方したら悪いよ。そんなことがあったのに。お嫁さんが何があっても妹の式には出席した方がいいってお兄さん説得してくれたんだよ。ああ、やだ、大きなお世話だっつーの。お嫁さんの熱意もすごくて思わず一緒に説得しちゃったもの。私も出るから一緒に出席しましょうってお願いしたら一度はその気になったんだけど、今朝あなたの結婚相手が私の別れた旦那だって知ってブチ切れちゃったのよ。え？そうなの？うん。それでお嫁さんから預かったご祝儀を持って行ったんだけど、お兄さんの席に知らない男性が座ってたわよね。しかも招待客ほとんど知らない人だった。会社の人もいないし元旦那の親戚もいないのに席は埋まってるっておかしくない？ああ、それは私の親戚が多いから遠慮してもらっただけ。そうなの？でもおかしいわね。トイレで同じ席の人が4時間で2万円とか話してたけど、レンタル家族がどうのこうのって。そんな細かいこといいじゃん、気にしないでよ。気になるわよ。ご両親一人っ子同士でしょ？それであんなに親戚いる？ああ、もううるさいな。あんた知ってて言ってるんでしょ。そうよ、レンタル家族頼んだの。旦那も親戚に絶縁されちゃってるし、お兄ちゃんがうちの家族や親戚に私が人の旦那を略奪したなんてすごい言い方したみたいで怒って出席してくれなかったのよ。別に私は彼と結婚できればよかっただけ。何？なんか文句ある？里美がいいなら別に構わないわ。今の幸せが続くといいわね。お幸せに。もちろん誰よりも幸せになりますよ。今夜は初夜だからたっぷり甘えちゃうわ。ちょっとどういうことよ。私を騙したわね。え、どうしたの？どうしたもこうしたもないわよ。旦那が次から次へと愛人作ってくるのよ。早っ。ご病気始まっちゃったわね。え？すぐに惚れちゃうのよ。悪気もなくバンバン好きになったら女連れてくるわよ。まさに現代の多くね。私も苦労させられたわ。だから心配してたの。今住んでるマンション彼の所有物じゃない？その住人ほとんどが彼の女なのよ。え？家に連れ込んでる女だけじゃないの？いやいや、それはさすがに言い過ぎでしょ。あれ？おい、なお、どうしたの？なんで否定しないの？まさか本当なの？どうして教えてくれなかったのよ。里美と付き合う時に俺の最後の女だって言ってたから、そうなのかなと思って。里美もすごく幸せそうだったし、水を差すのも悪いじゃない？ひどいじゃない。知ってたら結婚しなかったのにどうしてくれんのよ。教えても私の嫌がらせだと思って信じなかったでしょ。里美との関係がバレた時も、私があなたに慰謝料を請求しなかったのは彼が他の女性の分も含めてたっぷり払ってくれたからよ。それだけは感謝した方がいいかも。里美が最後の女になるかと思ったけど、やっぱりダメだったわね。傷が浅いうちに別れた方がいいかもよ。それは無理、仕事辞めちゃったもの。また復帰すれば？解雇寸前だったから会社に戻れないの。そっか。
同僚への嫌がらせも半端じゃなかったもんね。上司にも嫌われてたし、だから結婚式誰も来なかったのか。そうだよ、一人じゃ生活できないし、女癖の悪さくらい我慢してやるわ。だったら他の女性に子供作られないように気をつかった方がいいわよ。私も結婚してた時も、他の女に子供できたら別れるっていつも言われてたから。先に作らないと捨てられちゃうよ。そうなの？まずいわ、もう1週間帰ってきてないの。 LINE も電話も繋がらないのよ、どうしたらいい？それちょっとまずいかも。あ、彼から LINE 来た。悪い、別れてくれ、生涯かけて守る命ができたって書いてある。これってもしかして？残念でした、もう手はなさそうね。いや、どうしよう、どうしたらいい？なお、知恵貸してよ、あんたならいい方法知ってるでしょ。手遅れです。はあ、別れててよかった。忙しいからもう LINE しないでね、バイ。人出なし、最悪だわ。私の人生めちゃくちゃじゃない。どうしたらいいの？誰か教えて。この後、さとみは離婚せず2年ほど頑張っていましたが、女癖の悪さは一向に治る気配はなく、3年後に離婚しました。慰謝料を請求しましたが、さとみも他の男性と浮気し始めたのがバレて一銭ももらえず、今は遺品整理の仕事をして生活しています。私はあれからまた賞を取り、注文も半年待ちの大人気デザイナーになりました。自分の好きなことで成功してとっても幸せです。あんた手術するんだってね。病気移されると困るから入院まで車で寝な。そんなこと言わずにパパを家に入れてくれよ。いやだね、臭いだけでもうざいのに病気って最悪なんだけど。うつるようなものじゃないし、明日入院する前にユナの顔を見ておきたいんだ。マジキモい、何それ。同情してもらえると思ったら大間違いなんだよ。悲しいこと言わないでくれ。病気になったら優しくしてもらえると思ってる時点でクズ。パパはユナが大好きなんだ。家に入れてもらえなくてもいいから、顔だけでも見せてくれないか。希少すぎてゲロリゾー。多感な時期だから仕方ないけど、ユナが生まれた日とても嬉しかったんだ。顔がキラキラ輝いて、絶対にこの子を幸せにするって心に決めてた。なんでも思春期のせいかよ。私のこと逆に不幸にしてるけど、それどう説明する気？ごめんな、パパ一生懸命病気治すから、ユナとママのために治療頑張るよ。無理しなくていいよ、私の中ではパパはもういないものにしたから。悲しい決断させて申し訳ない。は？勘違いしすぎ、私喜んでるんだけど。え？だって保険金たっぷり入るじゃん。さっきママと計算してたんだよね。ママがそんなことしてたのか。そう、で前はいいってことで友達とご飯食べ行っちゃったよ。私はお小遣いもらっちゃった。それでママから返事がないのか。入院の準備もあるのに困ったな。そんなものは私が学校行ったら自分でやりな。わかった、立ってるのも辛いから車で横になってる。そうそう、言い忘れてたけどエンジンは止めてよ。暖房つけたら車ごとぶっ壊してやるから。明日には入院するんだから、そのくらいは許してくれ、頼む。ふざけんなクソ親父。あとさ、手術なんて金かかるんだからもう諦めたら？言うな、そんなことばっかり言うなよ。私からの話は以上。じゃあもうゲームするから LINE してこないで。さようなら。俺はマサト、42歳、一つ下の妻と高2の娘と暮らしています。最近だるさが取れないので病院を受診すると重病だと診断されました。担当医からはすぐに入院して手術をするように勧められ、職場に連絡して明日から入院生活を送ることとなったのです。いつも家庭では妻と娘に冷たくされていましたが、さすがに病気ともなると優しくしてくれるものだと思っていたのに、こんなことを言われてしまうなんて。昔は仕事から帰ると真っ先に駆け寄ってくれた娘にこんなことを言われるなんて辛すぎます。仕方なく車で横になっていると、情けないやら切ないやらで自然と涙が流れてきました。俺はこの先どうなるのだろう、ものすごく不安です。俺ってそんなに普段の行いが悪いのかな。両親には心配をかけたくないため、まだ病気のことは話していません。でもいつか知られてしまう日が来るのでしょう。そんな思いを巡らしている俺に予期せぬ事態が発生したのです。まだ生きてるんだって？
妻のくせによくそんなことが言えるな。そりゃそうよ。家に帰ってきたら車の中で意識なくなってるから仕方なく救急車呼んだら助かっちゃうんだもの。迷惑かけてすまない。でもそれ本音じゃないよな。私嘘は嫌いなの。近所の人にはジロジロ見られるし、あんたのせいで恥かいちゃったわよ。もうちょっとほっとけばよかったかしら。そう言いながら入院の準備してくれたんだろ。ああ、それ私じゃないわよ。じゃあユナがしてくれたのか。そんなわけないでしょ。あんたのこと臭いって嫌ってんのに、入院の準備はあんたの親にさせたの。意識戻ってからまだ会ってないぞ。まさか俺の病気のことを言ってないよな。私が全部話しといたわよ。そしたらおえつあげながら泣いてて見てらんなかったわ。あんたに会うと泣いちゃうから姿見せないのかもね。なんてことだよ。治るまで隠しておきたかったのに。安心しなさい、治らないから。お前いつからそんな女になったんだ。もともとこうだけど。あなたは手術できないかもしれないんですってね。担当医から聞いたわ。ああ、体力が持つかどうかわからなくて。担当医にはどんなに危険でも手術してくださいって伝えといた。ありがとう。俺頑張るよ。勘違いしないで。助かる可能性がないからお願いしただけ。最大のチャンスを逃すなんてもったいないじゃない。え、この先面倒見るのも嫌だから離婚届今すぐ書いてちょうだい。俺がこんな状態の時に何言ってんだよ。どうせ生命保険の受取人は私になってるし、役立たずの男といたら女盛りが終わっちゃうもの。もしかして浮気でもしてるのか。浮気じゃないわ。元彼のところに戻るだけよ。そういえばもう分かるでしょ。そっか、ユナにとってもそれが一番だよな。俺の役目は終わったんだ。分かったよ。未来のない男に縛られるなんてまっぴらだから。物分かりが良くて助かったわ。そんな言い方しかできないのか。何期待してたわけ、くたばり損ないが。じゃあさっさと離婚届送ってね。もちろん親権は私でいいわよね。そうだな。私からの話は以上よ。じゃあね、保険金楽しみにしてるわ。この後両親に連絡をし、自分から病状を改めて伝えました。泣くのを我慢している父と母を見るのが切なくて苦しくて、子供に先立たれるかもしれない親の気持ちはきっと想像を超える悲しみなのでしょう。離婚届を取り寄せて記入した後に妻に送り、すぐに離婚は成立。妻には一緒に過ごしている男性がいることも分かっていましたが、いろいろな事情もあり慰謝料の請求はせず財産分与もしたのです。その後妻が再婚したと聞きました。俺の病状は一進一退で、手術はできたものの予断を許さない状況が続いています。もう連絡もないだろうと思っていた矢先に、またもやとんでもない LINE が入ったのです。パパ助けて。久しぶりだなユナ、急にどうしたんだ。パパにもらったお金全部なくなっちゃったの。借金もあるのに払えなくて。もう俺はお前の父親じゃないよ。ママも同じこと言ってた。パパが私の本当の親じゃないってどういうこと。とうとう聞いちゃったのか。え、パパと一緒になった時にすでにママのお腹にユナがいたんだよ。そんなの珍しいことじゃないけど、出来婚でしょ。ちょっと違うんだ。ユナの本当の父親は今一緒にいる人なんだよ。嘘でしょ。あのぐーたら親父が私の本当のパパなの。そうなんだ。妊娠した途端に捨てられて、ママは本当にかわいそうだった。ひどいやつじゃん。それなのにママおかしいよ。あんな働きもしないやつに尽くしてんだよ。どこがいいわけ。それはママにしかわからない気持ちなんだ。昔からいい加減な人だったけど相変わらずなのか。知ってるんならなんでママが離婚するって言った時に止めないの。もういい歳だしまともになってると思ってたんだ。それに血のつながった親子が一緒にいた方がいいだろ。ママも戻りたいって言ってたし。最初はママに優しくしてたよ。でも離婚した後にママにお金が入ったでしょ。財産分与のことか。そう、それ。そしたら仕事辞めて酒ばかり飲むようになってさ、今ママが働いてご飯やっと食べてるの。ごめんなユナ。パパ本当はユナを手放したくなかった。本当の親子じゃなかったけどユナが大切だったんだ。だったらユナまたパパと暮らしたい。もう病気治ったんでしょ。まだ完全じゃないんだ。苦労かけるかもしれないからパパは一人で頑張るよ。なんだ、もうだったらさっさとくたばればよかったのに。なんてこと言うんだ。
だっていつまでも保険金入らないし、このままじゃ破産しちゃうもん。そろそろかなって思って LINE したのに、そうした。2年半前は高校生だからまだわからないと思って我慢してたけど、来年には二十歳だろ。人の命を軽んじるんじゃない。何よ偉そうに。だらだら引き伸ばしてるだけじゃん。往生際が悪いんだよ。いい加減にしろ。全世界にいる病気の人に謝れ。はぁ？脳までやられたの？みんなどの人も苦しい思いを抱えながら毎日戦っているんだよ。だから何？朝目覚めるたびに、今日も目が覚めた。もう一日頑張るぞって一生懸命生きてるんだ。はいはい、そうですか。ご苦労なことですね。パパも意識なくなる前に車の中で本当に心細かった。ユナにあんなこと言われたけど、目が覚めた時、真っ先にユナの姿を探したんだぞ。キモいんだけど。ユナがパパと同じようになるとは限らないが、いつかパパの言葉が心に染みる日が来るさ。私はあんたみたいにはならない。病気になったらすっぱり人生諦めるもん。そっか、ここまで言ってわからないなら仕方ないな。で、あんたいつまで生きてるつもり？保険金入ってこなくて困ってんだけど。それ一生入らないぞ。ずっと俺の面倒を見てくれてる親に受け取り人を変更したから。何してくれてんのよ。面倒も見ずに車に放っておいたお前たちがもらえると思ってる事態が驚きだよ。うっ。人生の大変さをしっかり実感しろ。健康な体があるんだから真面目に働けよ。私もママも保険金当てにしてたから買い物しまくって借金だらけなの。本当に困ってんの。一回でいいから助けてよ。自分で作った借金を俺に払ってもらおうなんて、お門違いもいいところだ。親に甘えてる年じゃないだろ。ユナはまだまだ子供だもん。パパしか頼れる人がいないの。お願いだからお金貸して。こんなくだらない LINE をしてる暇があったら今すぐ働きに行け。二度と連絡してくるな。分かったか。そんなこと言わないで。パパの大好きなユナが困ってるんだよ。俺に娘はいないよ。待ってパパ、そんなこと言わないで。私たちを救って。俺からの話は以上だ。じゃあな。もう治療の時間だから病院に行くよ。さよならユナ。ユナと元妻は借金取りに追われながら生きているそうです。元妻はボロボロになりながら必死に働いているとか。このことがきっかけでユナがまともな人生を歩んでくれることを祈ります。俺は今日も一生懸命生きています。娘と元妻から解放されてストレスがなくなった分、体調も良くなってきているのかもしれません。もうすぐ仕事に戻れるかもと担当医から言われ、人生に光が見えてきたところです。病気で戦っている全国の皆さん、病気になることも治療を受けることも本当に辛いですよね。皆さんが一日も早く回復するように祈りながら、僕も一日一日を精一杯生きていきます。犯罪者と一緒に住むなんて無理。実家に帰らせていただきます。はい。5億って一体何に使ったのよ。5億って何の話？言ってること分かんないのかな。実家に帰るって言ってんの。またいつもの冗談か。違うわよ、すっとこどっこい。今回は本気だから。俺何かやったかな。何かやったかなじゃないでしょ。とんでもないことしやがって。全く身に覚えがないんだけどさ。横領、これで分かる？いや全く。しらばっくれないでよ。本当に覚えがないんだけどさ。会社のお金を横領したんでしょ。やってないよ。まだしらばっくれるつもり？5億も横領しといてさ。5億？そうよ、一体何に使ったのよ。やってない。すぐに会社から損害賠償の請求が来るわよ。私貧乏にはなりたくないの。だから実家に帰るってわけか。そういうこと。俺がやってないっていうのは信じてくれないんだな。信じられると思う？いや逆になんで信じてくれないんだよ。俺が今までに金遣いが荒かったことがあるか。昨日も一昨日もその前も毎日コンビニでシュークリーム買ってきたし。シュークリームなんて一つで150円くらいだろ。一体いくつ食べたら5億になると思ってんだよ。300個くらい。1年あれば十分食べられるでしょ。333万個以上だよ。一生かかっても食べきれないって。あとこの前タピオカ飲んでたでしょ。週一の楽しみなんだよ。タピオカも一杯500円くらい。でも1000杯くらい飲めば5億円になるでしょ。ならねえよ。100万杯飲めるわ。
とにかくそういう小さな浪費を積み重ねて5億円使っちゃったんでしょう。無理だって。とにかくタクトのことは信用できないの。黙って5億円使っちゃうなんて、私もエルメスのバーキン欲しかったのに。共犯になる気満々かよ。冗談よ。今がシリアスな場面ってこと分かってる？冗談言うところじゃないんだけど。はあ、そういうとこが嫌いなのよ。え？そういう説教じみたとこが今まで嫌だったのよ。横領であなたへの不満が爆発しちゃったの。待ってくれよ、今まで楽しくやってきたじゃん。勘違いもそこまで行くと逆にすがすがしいわね。なんでこうなるんだよ。そういえば俺はまだ会社から横領の話なんて何も聞いてないのに、なんで音符が先に知ってるんだ？それはママ友が教えてくれたの。ママ友？近くに同じ会社に勤めている人なんていないはずなんだけどな。そうなの？だって家から会社まで1時間半以上かかるし、どうやって知ったんだ？知らない、知らない。私は聞いただけだから、そのママ友がどうやって知ったとかそんなの知らないもん。ふん。とにかくもうあなたにはついていけない。だから離婚してください。やっぱりそうなるのか。当たり前でしょ。今夜覚悟しておきなさい。俺はタクト、ある建築会社で働く33歳。嫁の音符とは結婚してもうすぐ5年、同じ建築会社の事務員として働いていた音符と恋に落ちて結婚。今では可愛い3歳の娘がいる。何もかもが順調だ、そう思っていたんだが、ついさっき離婚の危機がやってきた。俺が会社の金を横領したらしい。してないんだけど。会社の金を横領、しかも5億というとんでもない額ともなれば離婚したくなるのは当然だ。分かっているんだけど、最愛の人には俺がやってないってことを信じてほしかった。家に帰るなり俺は音符に横領なんてしてないということを強く訴えた。でも音符は俺の言うことを一切聞いてはくれない。会社から聞いた話ならともかく、なんでこんなに固くなり俺を信じてくれないんだろう。さらに音符への不信感が強くなったのはそれから1週間が経ってからのことだった。出社してすぐ社長に呼び出され、そこで初めて横領の話を聞かされたんだ。その日まで社内では俺が横領をしたなんていう噂は一切聞かなかった。他の社員の態度もいつも通り、誰も俺が横領をしたという話を知らないみたいなんだ。音符は一体誰から話を聞いたんだろうな。正式に会社から横領の件を咎められて1ヶ月、俺は会社をクビになり、刑事、民事で訴えられた。俺がやった証拠はないんだ、そう思っていたが、会社の口座から俺の口座への入金があったらしい。俺には前科がつき、会社への賠償金の支払いを命令された。音符は一生タクトとは関わりたくないのと言って、俺と娘を家に残したまま実家に帰ってしまった。何なんだよこの最低な人生は。俺は深い絶望のどん底に突き落とされた。しかし、音符、お前社長と浮気してたんだな。は？何言ってるの？妄想？さっき社長と一緒にホテルに入っていっただろ。見間違いじゃない？これでも見間違いか？何これ、盗撮じゃん。盗撮って犯罪なんだよ。慰謝料請求するよ。浮気の証拠を集めるのが犯罪か。そうだよ。じゃあ浮気調査した人はみんなアウトってことなんだな。そうなんだよ。てかさ、私はタクトのために社長と一緒にいただけなんだけど。俺のため？どういうことだよ。社長にあなたの横領のことを相談してたの。本当に相談か？それ以外に何があるのよ。浮気じゃないのか？違うに決まってるでしょ。ただの相談でホテルに行くなんておかしくないか？だってそうしたら賠償金を減額してくれるって社長が言ってたんだもん。いやいや、なんだよそれ、おかしくないか？おかしくない。あんたのせいでここまでする羽目になったんだからね。あんたがあんなことしなければ私は社長とあんなとこ行かなくて済んだのに。もう俺たちは離婚してるから音符に賠償金は関係ないだろ。とにかくあんたのせいだから、だから慰謝料ちょうだい。俺の負債を減らしたいのか増やしたいのかはっきりしてくれよ。早く払って。今の俺の状況を知ってるだろ。仕事はないし賠償金の支払いもある。こんな状況で慰謝料なんてとてもじゃないけど払えない。
絶対に払うつもりはないの？無理だ。分かったわ。払う気がないなら今の家に住めないようにしてやる。何する気だよ。あんたが横領したクソ野郎だってことをご近所の人に話してやるの。やめてくれよ。俺がどんなに苦労して大家さんにお願いしたと思ってるんだ。知らない。あそこを追い出されたら俺たちが住める家がないんだ。でも私は困らないし。頼むからやめてくれよ。お願いだ。慰謝料を払うって約束してくれるならやってあげなくもないかも。わかった。約束を守ってくれるなら。やったね。約束だからな。わかったわかった。今から支払いの約束の書類持っていくから絶対に払ってよね。今俺が住んでいるアパートは前のアパートを追い出された後に苦労して見つけたところだ。前科がついて5億という膨大な負債を抱えている俺を住まわせてくれる物好きな大家さんはなかなかいない。今この家で問題を起こすわけにはいかないんだ。しかし音符は俺の賠償金の減額のために社長との関係を持ったと言っていたが、俺の元には減額の話なんて一切来ていない。やっぱり浮気をしていたんだろうか。音符に強い疑いを持った俺は音符と社長の浮気の証拠がないか調べ始めた。すると見つけた。これが浮気の証拠だ。俺は浮気の証拠を見つけてすぐにある計画を始動した。絶対にあの二人の好きにはさせない。二人には然るべき処置を受けさせて俺への賠償金と慰謝料の請求をやめさせるんだ。そう強く心に誓った。そして月日は流れ離婚から半年が経ったある日のこと。ねえ、やっぱり離婚を撤回しない？そろそろ連絡してくる頃だと思った。え？タクトも私ともう一度結婚したいって思ってくれたの？そんなわけあるか、この主戦どめ。あれ？思ってたのと違うんだけど。当たり前だろ。なんでそう思ったんだよ。脳みそハッピーセットかよ。全部知ってるんだよ。なんでお前とまた結婚なんてしなきゃなんねえんだよ。だってあの離婚は私から言い出した話だし、タクトはまだ私のことが好きなんでしょ？ないない。なんで勤め先の社長と浮気した女のことがまだ好きだと思えるんだよ。浮気なんてしてない。こっちには証拠があるんだけどな。そんなのあるはずないでしょ。あれ忘れちゃったのかな。古いスマホを置いて出て行ったこと。もしかして中を見たの？ご明察。離婚の1ヶ月前までは使ってたスマホだもんな。浮気の証拠がバッチリ記録されてました。あれは違うの。ちょっとしたお遊びなの。お遊びってなんだよ。ほら、浮気してる風の LINE をする遊びっていうか。なんでそれを旦那の会社の社長とやる必要があるんだよ。それはなんとなく。言い訳もそろそろネタ切れか。まだ追求したいことは山ほどあるんだけどな。この調子じゃ面白い言い訳も聞けなさそうだな。私は何もやってない。本当か？本当だもん。横領の件、真犯人は音符と社長だろ。知らない。私たちは何もしてない。してるだろ。 LINE にバッチリ記録が残ってるんだけどな。でも会社の口座からタクトの口座に入金されてたじゃん。音符が管理してる俺の口座にな。俺に罪をなすりつけるためにわざわざ俺の口座に入れたんだろ。やってないもん。こっちには証拠があるんだよ。やってないったらやってない。コンビニの ATM の防犯カメラにバッチリ映ってたんだけどな。音符が俺の口座から他の口座に金を移してるとこが。知らないもん。 ATM で取引履歴を確認してもらったらさ、俺の口座から出した金を音符の口座に入れてたみたいじゃん。知らないって言ってるでしょ。警察の捜査がいい加減すぎてそこまで調べてなかったみたいだったけど、俺には通用しないからな。違うもん。本当に何もやってないもん。そこまで言うんなら仕方ない。音符と社長を訴えるからな。は？当たり前だろ。俺の金で豪邸を建てたりスーパーカー買ったり散々好き放題した報いは受けてもらうからな。ごめんなさい。はい？ちょっと魔が差しただけなの。魔が差したで済むことじゃないだろう。自分たちの欲のために俺の人生をめちゃくちゃにしやがって。本当にごめんなさい。タクトは何もしてないって警察に言う。一
車両の請求もやめにする。だから許してください。人を訴えておいて自分が訴えられる番になったら許してくださいなんて、いい性格してるな。ごめんなさい、何回でも謝りますから。こればっかりは許せないな。お願い、再婚してあげるし、次は浮気もしないから。俺さ、なんで今になって音符が俺にすり寄ってきたか知ってるんだよね。もちろん、私がタクトのことを本気で愛してるからだよ。お前の本気は世間一般で言うところの本気とは違うみたいだな。社長の会社潰れることになったんだろ。なんで知ってるの？それはな、俺があの会社を潰した張本人だからだよ。は？マジで？本当だって。二人に復讐するために今日まで頑張ってきたんだよ。復讐？そうそう、音符が俺のところに戻りたいって言ってんのは最近俺が羽振りがいいって知ってるからだろ。なんでだと思う？賠償金を完済したから。5億をどうやって短期間で返すんだよ。さ、なんで？会社を立ち上げて音符が大好きな社長の会社から社員も取引先も奪ったんだよ。え、なんでそんなことするの？それだけお前たちを憎んでたんだよ。返して、私の贅沢な暮らしを返してよ。無理な話だね。会社を畳めばいいだけでしょ。周りがそれを許してくれないんだよね。前の会社はめちゃくちゃブラックだったから、こっちは対抗してめちゃくちゃホワイトな会社を作ったんだよ。そしたらみんなこの会社に移ってよかったって言ってくれてさ。じゃあ私が代わりにその会社の社長になるからさ、お願い。何言ってんだよ、建築士の資格も持ってないのに社長が務まるかよ。お願い、多くなんて払えない。だから社長とは手を切ってタクトに尽くすからさ。俺に尽くすんじゃなくて金に尽くすんだろ。花から金が目当てだって分かってて誰がお前みたいなやつと結婚するかよ。お願いします。ま、金が欲しいならば自分で何とかすることだな。一生のうちに5億も返せるか知らないけど。俺が二人を訴えることを知った音符は社長の元から逃げようとしたらしい。でも逃げようとするところを社長に見つかって捕まり、運命共同体になった。会社の銀行への借金は消えない。二人仲良く横領した5億に加え、会社の赤字分の借金も背負うことになった。社長の会社は潰れ、前科を背負った二人が働けるのはコンビニバイトだけ。最初こそ二人で毎日のようにコンビニバイトをしている姿を見かけたが、どうやら今は社長がダメ人間になり下がったらしい。仕事も家事も音符に押し付けて一人ボロアパートでぐうたらする生活を送っているそう。音符からどうにかして俺の会社で雇ってくれないかという打診があったが、会社の金を抜かれたら大変だ。丁重にお断りして LINE をブロックした。これは俺の会社の社員から聞いた話だが、今では生活のために音符が夜の仕事をしているんだとか。もちろん俺の横領の前科はなくなり、今では住む場所に困らない生活をしている。それもこれも会社を立ち上げてすぐ給料を払えるかもわからない俺の会社に入社を決意してくれた元同僚、現社員たちのおかげだ。もともと真面目に働いて取引先からの信頼が厚かった俺だから信じてくれたんだって。なんか自分でこう言うと照れるな。とにかく真面目に頑張っているところは誰かが見ている。何かあった時に過去の真面目な態度が大きくプラスに働くんだな。この一件で俺が強く感じたことだ。これからも真面目に楽しく仕事を頑張っていきたい。さきな、今どこにいるんだ？家だけど。何当たり前なこと聞いてるの？え、いや、今家に帰ってきていないから LINE したんだけど。あ、なんだ、もう帰ってきたの？どうして嘘ついたんだ？こんな時間に優斗を置いて出かけるなんて、どこにいるんだよ。いやね、ちょっとコンビニに買い物に行っただけよ。すぐ帰るからめんどくさくて家って言っただけ。そうか。優太こそ今日は遅くなるとか言っておいてなんで早く帰ってきてるの？ちゃんと仕事してるわけ？いつも残業しているから今日は帰って休めって上司が気遣ってくれたんだ。残業している割に稼げてないけどね。ごめん。さきなはコンビニに何買いに行ったの？もしかしてまたタバコ？
うるさいわね。私がタバコ吸うことがそんなに嫌？あんたみたいな解消なしな人間と一緒に住んでるとタバコだって吸いたくなるわ。そんなこと言わなくったって、吸うのはサキナの自由だけど、あんまりユウトの前で吸わないでくれ。教育にも体にも良くない。それくらい気使ってるっつの。そんなこと心配しないで、稼ぎの心配しないよ。土日も副業するとかしてさ。そんなにお金足らない？俺はエリートではないけど、生活しているだけの稼ぎはあるはずだよ。私には質素な生活は似合わないの。それとも何？私に節約しろとでも言いたいわけ？そういうわけじゃないけど、派手な生活がしたいなら、サキナも働くとか考えてみたらどうだ？はあ、何それ、リュータのために子供まで産んでやってんのに、少し落ち着いたら働けって、私に休む暇も与えてくれないの？いや、だってサキナ、昼間はパチンコに行ったりしてるじゃないか。ユウトの学校が休みの日にも家を開けることだってあるだろ。俺はあれやめてほしいんだけど。人のストレス解消方法に口出すのやめてくれない？タバコダメ、パチンコダメ、じゃあ何ならいいの？もう少し別の趣味を持ってみるのはどうかな。園芸とかハンドメイドとか、ユウトを見ながらでもできる娯楽はいくらでもあるんじゃないのかな。クソみたいな思考回路ね。何を偉そうに言ってるの。寝言は寝ていってほしいし、もっと稼いできてほしい。言葉遣いが悪いよ。サキナにはもう少し母親としての自覚を持ってほしいんだ。あー、もう疲れるな。私と結婚する時の約束忘れたの？え、約束？君に不自由はかけない、一生涯幸せにするって、とんだ嘘だったわけね。いや、幸せにしたいと思っていたけど、結婚してからのサキナの表現っぷりに、なんか。ほーら、また私のせいにする。最低男。このしなしな男。ペラペラ男。またそういうこと言って。っていうか、コンビニって目の前だろ？まだ戻ってこないの？話変えてんじゃねえよ。腹立つから今日は帰らない。え、何言ってるんだよ。ユウトだって、サキナのこと待ってるのに。飯くらい自分で用意してよね。それはもちろんするけど、どこに泊まる気？友達の家にでも泊まる。でも俺、明日も早いし、ユウトのこと一人にはできないから、できれば帰ってきてくれないか？もう小学生なんだから、自分でなんとかできるでしょ？放っておいて、あんたは会社に行けばいいんじゃない？俺が小一の時はいつも親がいたし、身の回りのことを全部自分でするなんて無理だったよ。サキナもそう思うだろ？うざい、問いかけてくんな。もう返事しないからね。うんじゃ。おい、サキナ、ちゃんと連絡は取れるようにしてくれ。それから俺の LINE は全部スルーされていきました。申し遅れました。俺はリュウタです。31歳で会社員をしています。妻のサキナとは6年前に結婚し、その年にユウトが生まれました。当時サキナはまだ23歳で、少女らしさが残っていて、とにかく可愛くて、なよっとした俺にも優しくて、完全に惚れてしまっていました。しかし結婚して数ヶ月後で、サキナの性格が180度変わり、俺の思っていた結婚生活とは違うものになっていきました。一時期離婚も考えましたが、ユウトが成人するまでは責任を持とうと決めていました。だからこうやってなんとかサキナとうまくやっていこうと努力をしているのですが、サキナにその思いは届かず、家でタバコを吸ったり、時にはパチンコに行くようになってしまいました。なんとか平和に暮らしたい、そんな思いと裏腹に、サキナが思いっきりやらかし、最悪の事態に発展してしまうのです。数日後。おい、サキナ、今どこにいるんだ？もううるさいわね。今どこにいる？今どこにいる？あんたいつもそればっかり。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。ユウタまだ仕事でしょ？ちゃんとユウタと家にいるから安心しなさいよ。嘘つけ！何を言ってるんだ？今うちが燃えてるんだぞ。え？会社から帰ってきたら近所が騒がしくて、何かと思ったらまさかの自分の家が燃えてた。今警察と一緒にいる。やだ、誰が火つけたの？サキナだよ。はい？まだ現場検証が終わってないから確定ではないけど、警察の推察によると、サキナが吸ったタバコの残り火から起こった火災みたいだ。あっちゅー、ユウトは大丈夫？大丈夫なわけあるか！煙を吸って意識不明だ。病院に緊急搬送されたんだよ。俺は病院で警察に事情聴取を受けてる。サキナもすぐに来てくれ。無理よ、今友達と一緒にいるから。は？自分の息子が危ない状態なのに、それでも浮気相手を優先するのか？え、浮気？とっくにバレてるよ、サキナが浮気しているって。最近
俺が残業している日を狙って男と会ってるだろう。何の話よ。ただ女友達の家に女子会しに行ってるだけなんだけど、はあ、ここまで嘘をつかれるなんてな。探偵をつけてたからもう全部わかってるんだよ。は？探偵？何なのよ。お金ないくせに探偵雇うとか頭おかしいんじゃない？お金が足りないのはサキナがタバコやパチンコで使い切ったり男にプレゼントを買ってやってるのが原因だろ。普通男ってのは妻が散財しても生活できるようにたくさん稼いでくるもんなのよ。なんだその理屈。とにかくすぐに病院に来てくれ。浮気のことについては後で話そう。もうさ、本当めんどくさい。今日は彼にスイートルームのホテル取ってもらって、これからディナーの後のスイーツがたくさん来るんだよ。なんでそんな日に限って言うと倒れるかな。お前本当に人間か。自分の息子が大変なことになってるっていうのに、自分の不注意のせいでだぞ。万が一のことも考えられるんだ。母親なんだからちゃんとしてくれ。うん、じゃあもしダメだったら彼の子を一緒に育てるのはどう？は？何を言ってる。おろすつもりでいたんだけど、ゆうたに浮気バレてるし、この際彼の子供を産んで二人で育てようよ。どういうことだ。サキナは浮気相手の子を妊娠してるのか？あ、なんだ、探偵雇ってるからもう知られてるもんだと思ってた。今月妊娠が発覚したのよ。最近別れとしかしてないから彼の子確定よね。いや、そこまでは知らなかった。まさかそんなことまでしているなんて。昔とまるで別人じゃないか。どうしてこんなに変わったんだ。どうして結婚前と変わったかってこと？そりゃあんたとの結婚生活が退屈で仕方ないからに決まってるでしょ。なら離婚を申し出るとかすればよかったじゃないか。なんだかんだ言って帰る場所を用意しておくことって大事なのよ。何か困ってもリュウタが何とかしてくれるでしょ。俺は保証人扱いなのか。サキナと結婚したのは大きな間違いだったよ。そう思っていたならリュウタだって離婚したいって言えばよかったでしょ。浮気のことも知ってて受け流していたんだから許してるってことよね。許してるわけない。離婚のこともずっと視野に入れてた。でもユウトのことを考えたら離婚なんてできないと思ったんだ。ああそう、じゃあこれからもよろしく。は？とりあえずユウトのことを見てきたら。言われなくてもそうする。私は明日には帰るから。もう帰ってこなくていいよ。翌日。ねえちょっと、家が焼け焦げてボロボロなんだけど。ユウタもいないしどうなってんの。返事しなさいよ。今日は土曜だし仕事もないでしょ。そりゃ火事があったんだから焼け焦げるに決まってるだろ。俺たちはビジネスホテルに泊まってるよ。家の玄関に手紙置いてきたけど見てないの。え、手紙？何これ、離婚届？あんたの方サインしてあるし、これ何の冗談？冗談なわけないだろ。浮気して俺を裏切り、ユウトに寂しい思いをさせるサキナを必要ないと感じた。ユウトのためって思ってきたけど、それは間違いだったみたいだ。何言ってんのよ。彼の子一緒に育てようって約束したじゃん。はあ？そんな約束してない。それにユウトの容態をまず最初に聞くべきじゃないのか。そこが気にならない時点でおかしいんだよ。あ、ユウトどう？意識は回復して、まだ念のために入院してるけど、すぐ退院できる。へえ、そっか。二人育てるのは大変だと思うけど、頑張ろうね。日本語通じてる？は？通じてますけど、何バカにしてんの？俺はお前と離婚する、そう言ってるの。ユウトの親権は俺がもらうし、慰謝料も請求させてもらう。そんなの困る！じゃあ彼の子はどうやって育てたらいいの？彼の子、彼の子って、それしか頭にないんだな。どうやら浮気相手と一緒に育てる選択肢がないことを踏まえると、浮気相手も既婚者かな。そうなのよ。彼は奥さんと結婚したばかりだし、バレないようにしてくれって口酸っぱく言われてるのよ。それなら彼の奥さんに教えてあげなきゃね。え？一体何をする気？浮気行為自体はいけないことだけど、新婚で他の女性を妊娠させて罪悪感も持たずにヘラヘラ生活している奴にも罰は与えたいんでね。やめてよ。彼には何もしないで。お願いよ。お金も支援してくれるし大事な人なの。知らないよそんなの。また探偵さんに続きの調査を依頼すれば奥さんの連絡先もわかるだろうしね。そんな。俺もサキナと浮気相手の男に慰謝料を請求するし、向こうの奥さんがどうするかは任せるけど、今までのような生活が送れると思うなよ。今まで夫婦でやってきたでしょ。少しくらい勘弁してよ。
離婚とか言ってるけどさ、結構長く連れ添ってきたじゃん。結婚してすぐに家庭内別居のようなことをしていただろ。もうとっくに愛はなかった。俺たちをつなぎ止めていたのはユートだったから。ユートだって私がいなくなったら寂しいでしょ。ユートから母親を取り上げるの。それがさ、ユートも小学生ながらにお前の行動に気づいていて、ママがいない方がいいってさ。そんな、本当に？そりゃ自分が危ない時に浮気相手を優先する母だもんな。いらないよな。ごめんなさい、慰謝料だけは。彼には手を出さないで。もう遅い。私にはお金がないのよ。彼も払ってくれるかどうか。なら働けばいいよ。じゃあな。後日談。それからすぐに探偵に依頼をし、浮気相手の奥さんの連絡先を入手し、今回のことを報告しました。結果的に向こうの家庭も離婚になってしまったそうで、サキナと元旦那に慰謝料100万ずつ請求したそうです。俺も双方に100万を請求したので200万ずつ払ってもらわないといけませんね。サキナは今まで働きもせず遊び回ってきた人なので、返すのは相当大変だと思います。俺とユートはすぐに新しい家を見つけ、今は2人で住んでいます。ユートの体調も完全に回復してよかったです。帰りに離婚届もらってきてよ。いや、夕飯のお使いみたいな感じで何言ってんだよ。いいからもらってきなさいよ。もうあんたとは離婚だから。急にどうしたの？何かあった？もうあんたと暮らすの限界なの。ひょっとこみたいな顔してるし、髪も薄くなってきたし、なんか緑亀みたいな匂いがするし。どんな匂いだよ。そんなことでいきなり離婚なんて無茶言うなよ。このままあんたと暮らすことこそ無茶なんだけど、結婚してから長年にわたって私がどれだけ我慢してきたかわかる？長年ってまだ半年だろ。私には何万年にも感じられたわ。悪夢のような日々だった。とにかくさ、いきなり離婚なんて言われても、はいそうですかとは言えないから、今日は早めに帰るから話し合おうよ。話し合いなんて無駄よ。私の決意は変わらないんだから。絶対に離婚する。知ってるでしょ？私は一度言い出したら絶対に引かないんだから。それは知ってるけどさ、離婚してどうするんだよ。ゆかは専業主婦になりたいからって仕事も辞めちゃったでしょ？私は自由になりたいのよ。あんたという足かせから解き放たれて自由になるの。そう、私は自由な海猫。渡り鳥は一つの場所にはとどまらないものなのよ。海猫は渡り鳥じゃないよ。渡り鳥はカモメな。あんたって細かいわよね。そういうところも本当に無理。もう離婚しかないわ。なんでそうなるんだよ。私はあんたみたいなブサイクな貧乏人とは別れてセレブとして暮らすのよ。邪魔しないで。貧乏人って同世代の中では稼いでる方だと思うんだけど。それにゆかは収入もないし、セレブどころか普通に生活できるの？ちょっと稼いでるからって油断してた？私は今やあなたとは比較にならないくらいリッチなのよ。マジで言ってる意味がわからないよ。どうしちゃったのさ。本当にしつこい人ね。仕方ないから教えてあげるわ。私は今2億円持ってるの。はい？宝くじが当たったのよ。やっぱりお金っていうものはふさわしい人の元に集まってくるものなのね。マジで？ゆか、宝くじなんて買ってたっけ？前俺が買ってるの見てバカにしてたじゃん。そんなの当たるわけないって。友達と一緒にノリで買ったのよ。それが見事当選。もうあんたは用なしよ。これからはあんたなんかとは比較にならないイケメンと暮らすの。は？イケメンって誰だよ。浮気してるってことか？だったら何だって言うの。大体あんたみたいなちょっと収入がいい程度の取り柄しかない男が私ほどの女独り占めできるとでも？嘘だろ。冗談はよしてくれよ。冗談はあんたの顔でしょ。本当にそれでいいの？後悔しても知らないよ。やっと自分の置かれてる状況が分かった。ゆかが最低な女だったってことは分かったよ。まさか浮気してたなんてな。絶対許さないから。許さないって何？慰謝料でも請求するつもり？いいわよ。せいぜい100万くらいのものでしょ。そんなはした金くれてやるわ。よくもまあそこまで豹変できるもんだな。
なんか人間不信になりそうだよ。とにかく離婚届は持って帰る。よろしくね。あー、新生活楽しみだわ。俺は健太、31歳の会社員です。ゆかとは共通の趣味を通じて知り合って半年前に結婚したばかりでした。交際中も結婚後も関係は良好で、これから幸せな家庭を築いていこうなんて思っていた矢先にこの連絡です。お金が人を変えるなんて話は何度か耳にしたことがありました。しかしまさか自分の身に降りかかってくるとは想像もしておらず、離婚に応じた後もしばらく呆然としてしまいました。もっともゆかの場合はもともと浮気しており、俺は単なる金づるとしか思っていなかったようです。なのでお金で人が変わったというより本性が出てきただけなのかもしれません。結局俺は会社の帰りに役所で離婚届をもらってすぐに記入、わずか半年で結婚生活を終えることになりました。自分の人の見る目のなさにうんざりしつつも、やはりゆかへの怒りは簡単には収まりません。しかし1週間後、最高にスカッとする展開が待っていました。それでは LINE をご覧ください。健太、元気？あなたの可愛い奥さんだよ。びっくりした？あんな別れ方して平気で連絡できるお前のメンタルにはびっくりだよ。なんだ、結婚半年程度じゃ財産分与もないぞ。もうすっかり騙されちゃって。健太ったら可愛い。は？俺はひょっとこ顔の緑亀じゃなかったのか？もうすねないでよ、私の愛しのダーリン。なんか用なの？俺忙しいんだけど。今日もお仕事頑張ってるのね。夕飯は健太の大好きなビーフシチューにしてあげるね。本格的に意味がわからん。うざいからブロックするわ。待ってよ、もうまだ気づかないの？全部ドッキリだったの。びっくりしたでしょ？あ？だからこれから帰るね、二人の愛の巣に。俺引っ越したから短期間で即入居できるところ探すの大変だったよ。何勝手なことしてんのよ。どこに引っ越したの？離婚したんだし俺の勝手だろ。他人に引っ越し先を教える気もないから。だからドッキリだって言ったじゃないの。もしかして本気にしてた？ドッキリで離婚するやつがどこにいるんだよ。ふざけんな。そんなに怒らないでよ。とにかく今日からまた一緒に暮らそうよね。俺さ全部知ってるんだけど、どうせ宝くじを引き換えできなかったんだろ。は？何言ってんのよ。もしかしてあんたの罠だったの？罠ってなんだよ。戸棚の引き出しにあった宝くじを見たんだよな。すごい偶然で驚いたよ。まさか一等の当選番号と同じ宝くじがあるなんてな。わざとなんでしょう。偽物の宝くじ用意するなんて偽装なんだから犯罪じゃないの？銀行に持って行ったのに引き換えできなかったし。わざわざ偽物なんて用意しないよ。じゃあどうしてなのよ。だってそれ去年の宝くじだし。え？去年買って忘れてた宝くじが開封されてたから、おかしいなーって思ってよく見たら1枚足りなかったの。連番で買ったから確認したら、ちょうどなくなってたやつが今年の当選番号と同じやつ。すごい偶然だよな。びっくりだよ。え？じゃ本当に全部私の勘違いだったってこと？おかげでお前の本性を知れてよかったよ。いや勘違いだったんだから、もう水に流そうよ。今から帰るからさ、ね。実家にでも帰れよ。あ、実家にも帰れないよな。お前のご両親にも事情は全て話しておいたから。お父さん激怒してたぞ。あ、なんでそこまでやるのよ。そりゃお前のご両親には優しくしてもらったしな。ちゃんとご挨拶しただけだよ。マジじゃん、電話も繋がらない、着拒されてるし。あんたのせいなんだからね、責任取って引っ越し先教えなさいよ。全部自業自得だろ。イケメンの浮気相手と仲良くしてろよ。あんな貧乏男無理だし、顔だけで解消なしなの。知らねえよ、お前が自分で選んだんだろ。あ、でも慰謝料しっかり払ってもらうからな。結婚期間短かったけど一方的な浮気が原因だったから、お前と浮気相手にそれぞれ100万円請求させてもらうぞ。はあ？そんなの払えるわけないでしょ。ん？100万円なんてはした金じゃなかったのか？それは2億円持ってたのの話、今の私には大金なの。だからお前の都合なんか知らないって。弁護士通じてしっかりと請求させてもらうからな。
やだ、弁護士なんて怖い。全部謝るからさ。許してよ、ちょっとした気の迷いだったのよ。何でもするから、私いい奥さんになるからさ。あ、忘れてたよ。お前さ、その浮気相手に結構見ついてたよな。念のため探偵とか使っていろいろ調べたんだけど、車まで買ってやってんのな。普段あんま確認しない貯金用の口座見てビビったわ。半年で300万も使い込みやがって。これもしっかり請求するぞ。そんなの払えないって。宝くじが当たったと思っていっぱい借金しちゃったのよ。引き換えできなかった時点で彼にも逃げられちゃったし、買ってあげた車とか腕時計とかだけ持ち逃げされて最悪なの。私かわいそうでしょ。全部自業自得だろ。俺には関係ない話だ。払わないと言うなら裁判で争うまでだ。こっちには証拠もたっぷりあるんだからな。覚悟しとけ。やめてよ、これ以上私を追い詰めないで。追い詰めたってよりほぼお前の自爆なんだけどな。宝くじが当たったら逆に人生が狂うなんて言うけど本当なんだな。当たってもないから私1円ももらってない。あのさ、仮に当たってたとしても俺が買った宝くじだからな。最初からお前のものにはならないから。つまり最初からお前は終わってんの。アンダースタン？そんな、億万長者になるはずだったのに私のセレブ暮らしが。じゃあとは弁護士通じて話そうか。以上、さようなら。ちょっと待ってよ。ねえ、無視しないでよ。お願い、私を見捨てないで。その後、俺はユカと浮気相手に対してそれぞれ100万円の慰謝料を請求。さらにユカが結婚後の半年で男に貢いでいた300万円もしっかりと請求しました。男にも逃げられ、両親にも感動されたユカは誰にも頼ることができず、俺への慰謝料などの支払いのために借金まみれになって昼夜を問わず働き通してボロ雑巾のようになっているようです。一方、俺は金食い虫の嫁がいなくなったことで以前よりも充実した毎日を送ることができています。代理母してあげよっか。産んであげるから300万円払ってよ。は？何言ってるの？オタクって一人っ子でしょ。二人目産んであげるって言ってんの。私って頭いいよね。いやいや結構です。それに日本で代理母は認められてないよ。大丈夫よ、黙ってればわからないわよ。何言ってるんだか。こないだも同じママグループのミサさん、車勝手に置かれたって困ってたわよ。ミサさん？ああ、車貸すってやつね。何が困るの？貸してとも言ってない相手のところに勝手に車持って行ったそうじゃない。しかも家の前に路駐して。車があると便利だねと話してたじゃん。良かれと思ってやってあげたのよ。何が良かれと思ってよ、レンタカーのくせに。止める場所に困っただけでしょ。そんなんじゃないって。それより代理母よ、私が旦那さんと関係持てばいいじゃない。は？何言ってんの？なんで？それで生まれたらゆりさんに渡すと。ナイスアイディアよね。信じられない、常識じゃ考えられないわ。不愉快だから二度とそんな話しないで。残念だな、たったの300万円なのにこんなチャンスもうないよ。不愉快よ、やめてちょうだい。なんでもいいや、子供あげるって言ってんの。100万円に値引きもしてあげるから。結構です。でもさ、一人っ子じゃかわいそうでしょ。子供の気持ちを考えてあげなきゃ。あなたには関係ない、人の家の方針に口出さないでよ。どうせできないんでしょ。先月産婦人科で見たよ、妊娠じゃなさそうってことは不妊治療しかないじゃん。あなたって人は。ゆりさんの旦那さんイケメンだし1回くらいいいよ。気持ち悪いこと言わないでよ。うちって4人いるじゃない、できやすくって。だから旦那さんちょっと貸しなよ。いい加減にしてよ、なんてこと言うのよ。案外旦那さんも試してみたら私の方が良くなっちゃったりしてね。誰にでもそんな提案してるんでしょう。やだ、そんなわけないじゃん、顔はちゃんと見て選んでるわよ。じゃああの噂も本当なのね。あの噂って？ママ友の旦那に手を出してるって噂。そんな噂になってるの？大げさね。たかが数人じゃない。本当なんだ。全力疾走で5メートルは引くわ。私の家族に近づかないでよね。何言ってるのよ、旦那さんが誰を選ぼうか勝手でしょ。は？本気で言ってるの？私はいつでも本気よ。
もしかしてママグループのミサさんの旦那さんの浮気相手ってエリカさんだったりするの？あったり、旦那が口割らないって泣いてたよね。あれは面白かった。笑いをこらえるのって大変だね。でもそんなわけないよ。あそこの旦那さん面食いだしね。エリカさんなわけなかったわ。私がブスだって言いたいの？だって証拠がなかったらね。言うだけなら誰にでもできるし。ほんとよ、相手はこの私。喜んでたわよ、嫁とはご無沙汰だって。それくらいなら作り話でもできるよね。エリカさん39歳でしょ？わざわざあなたみたいな人選ぶかな。疑うならベッドでの写メもあるわ。ほら、ついでに LINE のスクショもね。これで信用した？ほんとだ、気持ち悪い。ねえ、私ってまだまだいけるのよ。いるわよね、あなたみたいな女。男から寄ってくるのよ。ほら、私って美人だし。コガネムシみたいに綺麗よね。コガネムシ？どんなだっけ？あれよあれ、人んちの窓に悪びれもなくぶつかってきて、少々ぶつかっても怪我一つしない虫。私を虫だって言いたいの？やだ、例え話よ。それくらい美人ねって。ならいいけど、みんなみたいにおばさん化してないし、男がほっとかないのよね。そうね、羨ましくないけどすごいと思うわ。でしょでしょ、秘訣知りたい？ああ大丈夫。週一でエステ通ってるんだ。あとネイルに岩盤浴も。エリカさんって専業主婦よね。なんでそんなにお金持ってるの？旦那さんって普通のサラリーマンよね。クレジットカードよ。え、それ借金じゃない？返せるの？今はリボってのがあるのよ。どんなに使っても1万円の返済でいいの。そんなわけないじゃない。後で返さなきゃいけないでしょ。それが返さなくていいのよ。いくら買っても1万しか払ってないもの。へえ、よく調べた方がいいよ。リボってそういうのじゃないから。私だけいい思いして羨ましいんでしょう。教えてあげない。旦那さん貸してくれたら考えてもいいよ。教えてくれなくていいよ。旦那は貸すものじゃないでしょ。私が産んであげるって言ってるのに、最後のチャンスだよ。いいの？大丈夫です。あっそう、親切で言ってやってんのに。もう知らないから。じゃあ仕事するからまたね。本当にいいの？こんなチャンスもうないよ。じゃあね。何したの？何が？慰謝料とか請求されてるんだけど。そうなんだ、大変だね。ゆりさんでしょ？ミサさんに画像送ったの。ああ、やっと気づいたんだ。あんな風に証拠画像送るなんてうかつよね。何？なんて書いてあるの？え？うかつ？うかつだよ。注意が足りずにぼんやりしてることよ。エリカさんにぴったりな言葉でしょ？なんで送ったの？旦那さんが口割らないから浮気相手に慰謝料請求できないってミサさんが困ってたのよ。友達のくせに最低よ。あなたが？笑わせないでよ。友達なら旦那貸せなんて言わないわ。だから言ったんでしょ、貸し借りするのが当たり前。それが友達ならいらないわ。それにあなた妊娠してるらしいわね。それは、なんでそれを？産婦人科で見たのよ。母子手帳持ってたじゃない。誰にも言わないで。だから代理母がなんとかってこの間言い出したんでしょ？違う。だって時期が一緒じゃない。本当に人として最低ね。うちの子だって言おうと思ったんでしょ？それはその。で、誰の子なの？それは言えない。言えないんじゃなくて、どうせ父親が誰かわかんないんでしょ？わかるわよ、バカにしないで。ミサさんの旦那よ。やっぱりね。証言ありがとう。ミサさんに伝えとくわ。そんな卑怯よ。人の旦那と浮気しといて何言ってるの？せいぜい頑張って支払うのね。いいわよ、いいわよ。私には無敵のリボがついてるんだから。そうだったわね。じゃあ一括で払えるのね。当たり前よ、貧乏人と一緒にしないでよ。さすがだわ、エリカさん。ミサさんも喜ぶわね。当然よ。でもリボの仕方は教えてあげないから。残念だわ。でも私は身の丈に合った生活がお似合いね。ふん、友達を裏切るからそうなるのよ。今のうちに慰謝料払ってきたら、お金がないんじゃないかって思われるよ。それはダメね。ちょっと行ってくる。さすがエリカさんね。行ってらっしゃい。行ってきたわよ。お金あったのね、なんて言ってミサさんとってもびっくりしてたわ。ざまあ見ろってのよ。ふんぞり返ってるところ悪いんだけど、リボ払いは分割払いのことよ。え？払わなくていいんじゃなくて、限度額まで行ったらもう借りられないわ。そんなはずないわよ。さっきもキャッシングできたし。問い合わせてみなさいよ。本当だった、もう借りられない。これからの生活費とかもあるし、どうすればいいのよ。本当バカね。
お金がなくなる前に慰謝料もらえてミサさんも良かったわね。どうしてくれるのよ、責任取ってよ、あんたのせいだからね。どうして私のせいなの、全部自分が悪いんでしょ。生活費40万渡しなさいよ。なんで私が。明日からどうするのよ、家も出なきゃいけないし。やっぱり旦那さんに捨てられたのね。あんな優しい旦那さん裏切って結局一人か。働いたこともない人にはきついね。みんなグルだったのね、訴えてやるから。何を。リボのことも教えなかったし、あんたが証拠も送ったし。やってみれば、結果は見えてるけどね。お願い旦那に言ってよ、私は騙されただけだって。騙されてないでしょ、いい思いもしたんでしょ、浮気でも借金でも。そんな、助けて。無理ね、これに懲りたら改心しなさいよ。ゆりさんお願い、お金貸して。さようなら、二度と連絡しないでね。ゆりさん待ってよ、ゆりさん。その後、4人の子供たちとお腹の子供はエリカの旦那さんが生まれたら面倒を見ることになり、私は一安心しました。エリカは子供なんて面倒なものはいらないと言っていたので、あんな女の元で育てられなくてよかったです。借金地獄に陥ったエリカは破滅の道へと進んでいて、数日前に街でエリカを見かけましたが、一気に老けていました。スーパーで見切り品をさらに値切っている彼女は般若のような顔でシワシワの老婆に見え、気づかれる前にそっとその場を立ち去りました。私はというと、自分の手を下さず嫌いな人間を排除できてとても気分が良く、ストレスがなくなったからか2人目も妊娠できました。アホは自分で自滅するようです。